高いサンダーだ。今日は畑仕事をするための小屋を作っていこうと思うよ。見てみてー。ここが自慢の畑だよ。そしてあっちにはサトウキビ畑が広がっている。拠点が向こうになったから畑に来るのが億劫になっている。一方でうちは裏蔵の申し子、畑作業やきこり、サトウキビ集めなど材料集めをこの辺でよくやっているんだ。それで夜になるたびにベッドを置いて寝ているんだけど、やっぱり野宿では嫌だよね。だからこの辺に作業小屋を作っていくよ。夜だ。ここが畑だから。どこがいいかな？ここら辺に、ホラー穴のお家でも作ろうかな？まずは畑に到着するための階段を作っていくでしょ。カズクラにエンチャントしてもらった、スコップダーの威力はすごいな。掘れすぎてびっくりだよ。ちょっと掘りすぎちゃったかな？一番下がここだから。やっぱり掘りすぎちゃったね。ちょっと埋め直して、と。ここら辺から横に立てていくのはどう？小屋はここら辺がいいねー。屋根を作っていくね。とりあえず屋根はこんな感じ。ホラーなしにしようと思っているよ。扉はどうしようかな？オークじゃない方が可愛いかも。材料を探しに、拠点までちょっとワープ。なーんにも材料がなかった。とりあえず、頭皮の苗を植えておこうかな？ワーク。花崗岩でも焼いてみるかな？次は中をくり抜いていくよー。ハーフブロックを置けば、湧き潰しになるんだったよね。石炭発見、松明も置きたいな。角に木材使うのもったいないな。節約節約。あれ？花崗岩って焼けないんだね。石って何でも焼けるのかと思ってたよ。どうすれば素敵になるのかな？磨かれた花崗岩、焼かなくてもよかったんだね。これを外壁に使うのはどうかな？せっかくだから今日はここで寝ようっと。うまーい。シャラリーン。頭皮のドアは、これだー。ここに置きたいんだ。変かな？中心にした方がいいかな？みんなはどう思う？悩んじゃうよ。頭皮を植えておこっと。ランタンとかあったら、絶対可愛いんだけど、ないものねだりはやめよう。階段はどうしようかな？ぶ。作りすぎたー。材料が足りなくなりそう。畑までの階段を作っていくよ。
上に行ける階段があるといいかな。小屋の中にも階段を作ろう。このアイディア素敵じゃない？それにしても階段作りすぎた。どう？内装もきちんとしないとね。屋根をつけた方が可愛いよね。柵もつけちゃう。どれどれ？これは、めっちゃ面白い建物できました。ああ、建築ってどうやればいいの？とりあえず中に入ろうか？そうだそうだ、天井が土のままだ。気がいいかな？とりあえず、つけとけー。階段ブロックもたくさんあるから、屋根なんかつけてみる。どう？うちは笑いがこみ上げてきてる。うふふふ。とりあえず周りに馴染むお家にしたいの。この辺に木でも植えようかな？何の木がいいかな？そうそう、今チェストに入っているんだけど、キヨキヨさんにもらったお花を植えようと思ってる。ライラックでしょ？アリウム。ヒナソウ。そしてスズラン。あれ？向きがやだな。交代です。どう？さらに、葉っぱをゲットすべく切っていきます。この葉っぱを飾っていくよ。ナチュラルにね。ここには後でガラスを入れよう。キヨキヨさんのお花ももっと植えておこう。ここら辺がちょっと寂しいね。シャラリーン。おお。こんな感じでどうだろう？サンダーの畑拠点、完成ということにしましょう。いえいえいえい。これで寝る場所も確保できたから。木こりもできるし、あっちのサトウキビ回収もできるし、いろいろはかどっちゃう感じいい？部屋の内装は、またぼちぼちやっていくね。初の自分のお家、うっれしいなぁ。建築って楽しいなぁ。なぁ、いいやサンダー。今日も一日、頑張っていこっかなぁ。猫ちゃんたち、おはよう。おはようにゃぁ。さくらちゃんと梅ちゃんとすみれちゃんは？まだ帰ってこない。小野さん、おはよう。梅ちゃんたちどこ行ったか知らない？もしかして家出しちゃった？ねえ小野さん何か知らない？そこでずっと見てたでしょ？おじいちゃんとおばあちゃんのところに、里帰りしてくるって言ってたよ。そうならいいんだけど。ありがとね、勇気づけてくれて。元気出しなよ。うんうん、元気出すよ。おーい。え？おーい。おーい。え？俺はここだぞー。誰かいないのかい？ここから出してくれ。出してくれよー。おーい。なんだこの声は？よし行ってみよう。こっちだよ。おいお前、見えてるんだろ？はい、実はずっと見えてました。こんにちは。そうだよな。俺のことずっと見て見ぬふりしてたよな。そうなんです。すみません。あなたはどうしてこんなところに、ずっといらっしゃるのですか？俺はここで、働かされているんだ。でも買い物にも来てもらえない。お前だって知ってるだろ？俺がずっとここにいること。すいません、知ってました。俺ももうちょっと広い家が、あったらいいなってずっと思ってるんだけど。そうだよね。ここじゃ立ちっぱなしだし。大変だよね。わかった。この辺にお家でも建ててみるね。おー、それは嬉しいなー。頼んだよ。任せて。ということで、この辺に、お家を作ってみるよ。早速やっていこう。やろう。
ここら辺にお家を作るから、ざっくり掘ってみるね。村人さん、もうちょっとの辛抱だよ、そこで待っててね。ところで村人さんは、何屋さんなの？俺か？俺は石を売っている。ほんとだ。レンガとか石とかが好きなのね。わかった。後で材料を買いに来るよ。それは嬉しいな。任せろ。この辺ちょっと掘ってみるね。あ、出た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 。ちょっと待って待って待て。違うの違うのあなた違うの。まだ出て欲しくなかった。外は危険がいっぱいなんだよ。ああ、高いとこ登りたかったの？ちょっと降りてきて。ちょっと。ふんじゃないのよ。あ、久しぶりの外はいいね。何そんな悠長なこと言ってるの？どこ行った？夜になったら、死んじゃうんだからね。入らないで。え？どこ行った？入らないで。ちょっと近くで見てみたかったんだよな。ちょ、うろうろしないで。違う、うちが乗ってどうすんのよ。あ、違うとここはしちゃった、ちょ。ああ、どこ行くのよー。乗って。もう困った子なんだから、いい大人でしょ、まったく。ここにいて待ってて。どっか行ったら、目だよ。うろうろしないで、わかった？ちょっと雨に打たれるけどさ。自分が外に出たから悪いんだからね。ここも壊しておくか。ごぶんを、やっと自由の身になった村人さんのために、お家を作るよ。どうやら動き回るのが好きみたいだから、広々としたお家がいいんだろうな。きっと気に入るから、うちに任せて、間口はこれぐらいでいいかな？石屋さんだから、石をメインに使うのがいいかな。そうだなぁ、石は好きだなぁ。わかった。レンガ売ってたよね？いらっしゃい。毎度ありー。レンガは何になるのかな？何個か加工しておこう。作りながら、考えてみましょう。石工さんから買ったレンガをメインに、外回りを作っていくよ。レンガのお家は火にも強いし、狼が来てもへっちゃらそう。周りの風景に馴染むように作っていこうと思ってる。石だけじゃなくて木も組み合わせて、作っていくよ。サンダーのお家は三角お屋根のホラーな式だけど、村人さんのお家は、アーチ型にしてみようかな？おや？誰か来たよ。お嬢！おはよう。おはよう。これさ、うん。なんかそこら辺で拾ったんだけど、なんか、持ち主わかんないからさ、好きにして、落ちてたから、これ、もしかしたら、なんかお嬢のかなと思ってちょっと私に来たんだけど。もらってもいいのかな？うん、いいよ。なんか、落ちたから好きに使って。ほんと？多分いいと思うよ。うん、わかんないけど。優しいね。ありがとう。いや、ほんと落ちたから。じゃあちょっと、楽しみにしてるからね。ありがとう。バイバーイ。バイビー。バイビー。これ、いたずらしろってことだな。若のおかげで、この後マロくんの拠点に、すごいもの作ったから、その動画もまた見てくれよな。概要欄に貼っておくね。今回のお家も参考にしている動画はあるんだけど、トラップドアを上手に使っているんだ。こういうことだ。なるほどな。いやあ、これを考えた人ってすごいよな。こうだ。いいね。いいね。外観はこんな感じにしてみたよ。そうして、ドアを開けます。広々としたお家にしたいな。奇数が基本だって言ってた気がするから、奇数にするね。レッツゴー。地下のお家にしたいから、2段ぐらい掘っておくか。あとは届くところまで上を掘る。高すぎる気もするけど。ぶやー、ばばばばば。夜か。あ。ああ、村人さん。やってしまった。おうち作りに夢中で、
夜になっていたことに気がつかなかったよ。ごめんね。おー、出すぎてぐでー。危ない場所だったんだな。安全だと思ってた。これで大丈夫。お外は見えるようにしといてあげるからね。お前なんてことしてくれたんだ。ごめんね。夜が過ごされました。危なかった。燃えるとこだった。太陽が昇ってもこれで大丈夫だね。ちゃんと直してあげるからね。早く安全なお家を作ってあげなくちゃな。いい広さだね。どんな内装にしようかな。ここも石だと嫌だから壁面を削っていくね。基礎は丸石で作るよ。テラコッタがちょっと見えると可愛いと思うんだ。全然足りません。黄緑可愛いな。ちょっと黄色もやってみちゃう。ああ、黄色も可愛いな。悩ましい。黄色にしよう。お、可愛い気がする。いいね。外回りから作っていくね。玄関周りは土にしたいんだ。で、ちょっと土に埋まってるみたいな。いいねいいね。よし、次は内装をやっていこう。何にも決めてなかったな。は、うら、びっくりした。うら、何しとんやサンタ。あ、これ新しいとこ作ってんだな今。そうなの。なるほど、かわいいかわいい。ここに閉じ込められていた村人がいて、おお、あ、この人なんだけどさっきゾンビになっちゃって、うん、あ、そう、復活させてこうか。復活のアイテム持ってる？持ってない。持ってない？うん、ちあるかな。任しとけ。じゃあ任しとけ。ありがとう。こいつ復活さすわ。嬉しい。復活させるわ。地下に、うんうん、地下に可愛い兵士いっぱい。ありがとう。サンタでしょあれ。出したの。ありがとうございます。あれいいわ。スイッチ押したのかい。スイッチ押した押した。いっぱい出てきたよ。ズズズズズズっていっぱい出てきた。見たい見たい。あ、行く行く行く行こう行こう。マグニーさんへのいたずら動画も概要欄に載せておくから見てね。レッツゴー。はい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 、できたできた。もうできちゃったの、すごい。よし、行くぞ。行こう行こう。あれ、ま、サンタマロビトがいないぞ。マロビト、昨日もいなかった。あ、そうなの。マグニーさんとマロくんにもらったやつ、うん、消えた。へぇ、どうして逃げたのかな。あのおしゃれな洞窟にいた。そうそう。なぜなぜだ。悲しい。あ、チリーン。悲しい悲しい。コメントでは、うん、バグでウーパールーパーってよく消えるんだって。ああ、そうなんだ、うんうん、そういうことか。3匹3匹も全員いなくなった。うん、なんだって。行くぞ行くぞ行くぞ。行こう行こう。ガラス貼っとけばよかったよ。確かに確かに。どこだっけ。こっちだこっちだ。下か。ここだここだ。うんうん。せーの。すごい音だ。復活しろよ。すごい。いなくなっちゃったのね。いないでしょ。ほんとだ。3匹一気に成仏するとかもあんまり考えられないんじゃないかなって。ね、確かに確かに。同じルートたどって追い気になられた可能性あるな。一応確認はしてあったんだ よ。 登れるよね。段差も登れるしね。水に向かって戻る習性がある。あるある。だからここの広場しか降りてこなかったんだよね。そうか、扉も閉めてたしね。次もしウーパーがやってくるとしたら、うん、ガラス張るよ。そうだねそうだねそうだね。しょぼーん、しょぼーん。うちの子もどこ行ったんだろうな。マロビトちょっと心配だな。頑張れよ、復活しろよお前。頑張れよ。ありがとう、直してくれて。あ、いいえいいえ。この子はこの家の住人になるの。そうだよ。楽しみにしとくわ。おしゃれだな、サンダー拠点。あ、復活した。やったー。おかえり。やった、よかった、おかえり。帰ってきた帰ってきた。ただいま。ありがとう。はい、ありがとうございました。これプレゼント、透明化スプラッシュ。やった。
なんかで使ってください。わかりました、ありがとう、使います。ご分を、じゃあね。ご分を、バイビーン。聞こえんのよ、わらわら。ウェイウェイウェイ、何やろうとしてたんだっけ。壁どうしようかな、一回床を張ってみる。どうしようかな、一段くらい余裕があった方がいい。ここら辺は後で考えるとして。壁だよね、おしゃれな壁って何があるんだろう。カズクラ直伝の柱を立ててみようと思う。四隅に立てようかな。ここに暖炉みたいなものを作れるといいな。広いからなぁ。横の方が素敵かな。ドーンって真正面にあるより、横にあった方が素敵な気がする。6、7、8、90。偶数だ。ということで1マス奥行きを増やすね。奥行きは増やしてもいいから、埋め込むか。こんな感じにして。いいね。ああ、この奥行き好きだな。暖炉にしようと思ったけど、石工さんだから、ワークスペースでもいいかも。いいことひらめいちゃったんだ。ひらめいたはいいが、大雑把な内装を。やっていた方がいいのか、細かいところからやっていった方がいいのか、今、絶賛悩み中です。そうだな、この面はこんな感じで、暖炉にしようと思っていたところに、道具置きスペースを作っていくね。そして、うちは本棚が好きだから、本棚を置いていこっと。もしかしたらだけど、生麦生米生卵、あ、グリちゃんだ。生麦生米生卵、ダーちゃん元気してるの。元気だよ、めちゃめちゃ久しぶりだね。久しぶり、ちょっと待って、うん、着替えてくるから。どう、似てるか。おー、雰囲気あるね、雰囲気。うんうん、寄せたもん。あ、これ耳その形だったっけ、もともと。そうだよ、鼻が一個下なのか。あ、そうなんだ。いやでも本当に可愛いね、なんか。え、背中どうなってんの、これ。ちょっと羽むしり取ってみてよ。言い方よ、わらわら。あー、背中はちゃんとサスペンダーなってる。なってるよ、ちゃんとサスペンダー。え、待って、ダーちゃん待って。え、チャックない。やめろ。ごめんなさい ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。怖い、声ワントーン低くなった。目がマジだったな、今。ぶっ飛ばすぞ。え誰誰、わからないかい、今の誰。わかんない、ぶっ飛ばすぞ。コメッション、うんうん、モノマネうまいね、ダーちゃん。声もらったんだ。声もらうとかできるんだ。うんうん、すごいな。ちょっとダーちゃんちょっとダーちゃんに渡したいものあって。なんだい。こっちがジョニーウォーカーの青ラベル。ジョニーウォーカーって何。ウイスキー。飲めないじゃん。で、こっちがメロンソーダ。メロンソーダ。あ、まだ飲んじゃダメだよ。飲める。そう、ダーちゃんこの前乾杯できなかったから、ちょっと、ま、ゲーム内で乾杯しようっていう。なるほど。そう、3歳だからね。優しすぎんか。乾杯はできなかったから。いいやつだな。じゃあちょっとジョニーウォーカー渡してもらって一緒に乾杯しようよ。一緒に飲もうぜ。一緒に飲もう。うん。じゃあ行くよ、ダーちゃん。乾杯。うんめー。うまい。うんめー。よーし、これでダーちゃんも杯継交わしたね。兄弟だな。今日から私の射程だ。え？兄を殴るな。弟よ。ぶっ飛ばすぞ。弟じゃないわ、妹よ。うんうんうん。ぶっ飛ばすよ、使い勝手いいね。うん、そうでしょう。ね、ちょっと、私も声上げたいわ。ほんと？上げたい、声。ちょっと待って、準備するから。え、そんなすぐできんの？できるよ。え、そんなすぐできんだ、後日送るとかじゃなくて。使い勝手いいのがいいよね。何でもいいよ。一番使い勝手が悪いやつ、一番使ってるから。一番使い勝手が悪いやつ。そうそう。あ、そうなんだ。え、何使ってんの一番。コメションのやつ。そうそう。確定申告忘れたー。これ一番使ってる。それか。
あんま使わん方がいいやつだねそれ。いつもなんて言ってるかな。建築が一番ですとか言ってる。いやいやいや、それ個人動画の時のアイス、個人動画の時だけよ。あ、オンライン来た。なんだろうな、建築はストーリーとかよく言うわ。それ欲しいです、ください。じゃあ行きます。いや、改めて言うと恥ずかしいな、なんかねえ、流れで言うならいいけど。じゃあ行くわ。うわ、ちょっと緊張してきた。こういうの初めてだからな。何が、どうやって言ったら使い勝手いいかな。建築はストーリーだからね。サイバー爆笑中。建築はストーリーだから。あ、それで行こう。じゃあコメントでと相談しながら。わかった。オッケー、じゃあ行きます。建築はストーリーだから。いいね。よーし。じゃあもう一ついい？いいよ。人生の本当の知恵は、どのように相手に勝つかよりも白。どのようにうまく負けるというかというところから育っていく。どう？だいぶ噛んだけど。うん、噛んだの込みで使っていいよ。わかった。もらうね。負けそうになった時とか、煽られた時とかにこれ使って。いいね。人生の本当の知恵は、どのように相手に勝つかよりむしろ、どのようにうまく負けるかというところから育っていく。誰の言葉なの？これ村上春樹の言葉です。作家さんだね。入院中に読んでた村上春樹の本の一節です。そうなんだ。いや、これ使い勝手いいんじゃない。あつくらのさ、進捗リレーみたいな時のなんか戦うってなった時に、負けそうになった時これ押せば、明日までに準備しておくね。やっと早っ。さすが、仕事が早いでしょ。メロンソーダどうだった？美味しかった？美味しかったよ。うん、よかった。ありがとう。これで飲み会したね。飲み会、ダーちゃんともいい飲み会だった。やったやった。人数増やして、また今度複数人で飲み会しよう。楽しみにしてる。うん。あ、そう、ダーちゃん何してたの、そういえば、今。村人さんの家作ってた。なるほどね。うわ、めっちゃおしゃれじゃん。え？めっちゃおしゃれじゃん、この暖炉。いらない村人出た時、ここにぶち込むんだ。違うよ。違うんだ。サンダー爆笑中。いらない村人出た時に、ここに入れて燃やすっていうことじゃないの、これ。ずっと監禁されていた村人がいるんだ。あー、そこにいたね。そこにいたやつだ。そうそう、いい暮らしをさせてあげようと思って、それをここに入れるんだ。うんうん。おー、いいことだね。うんうん。え、今度さ、じゃあ、あのツイッターで言ってたやつやろうよ。やるやる。やろう、ちょっとドラゴン作ろうよ、一緒に。標的はマグニーさんなんだ。あー、そうなんだ、もう決まってるんだ。マグニーさんの拠点に、じゃあドラゴン作って、本当に火吐けるようにする。誰か他にやりたい人いる？うん、マロくんとかメッスさんとか、あんまり拠点にいたずらされてないイメージある。確かに。まだあんまりいたずらされてない人にいたずらしたいね。そうだね。メッスおじさんもいいね。いいよね、メッスさんも。うんうん。今度一緒にやろうよ。また相談しよう。うん。じゃあバイバーイ、またね。ありがとう。うん、バイビー。花の位置が違ったよ。これはこれで偽物っぽくていいよね。やろうやろう。ここを憩いの場にしたいんだよね。逃避のトラップドアと階段ブロックを組み合わせてカウンターを作ってみたよ。お料理するためのコンロでしょ。お酒の樽も置いてみよっと。カウンター上のブロックが決まらないなぁ。無難に逃避の原木にしておくといいのかな。あははははは、いまいちすぎて笑っちゃった。そういえばいっぱいテラコッタあるんだった。気に入らない。川を向こう。いまいち。ちょっとこれ後で考えるね。入れる。え？メッスおじさんの真似してみた。さあ行こうだぜー。石工さんだから、ここにいろいろ作りたいな。楽しすぎて、何時間でもできちゃうよ。無言な上に口開いてたわ。わらわら。仕事場所は作っておいてあげないといけないけど。酒場で仕事？わらわら。仕事しろよ。
もしかしたら新たに村人さんを迎え入れるかもしれないから、いろんな道具を準備しておいてもいいかもね。溶鉱炉かっこいい。このチェストちょっと嫌だな。下に隠すか。地べたに置いて、ごちゃごちゃ感を出すのもいいか。このごちゃごちゃ感嫌いじゃないぜ。ここにはチェストを置こうかな。ええやん。樽が多すぎな気もするけど、お酒のストックをいっぱい置いてるってことでいいかな。もはやここにも樽を置いたろう。サンダーは樽が好きだから。こんな感じにする。隠れ家的な。いいね。村人さんの寝る場所を作ります。行ってみよう。広さはこれぐらいでいいかな。床は気にしていこうと思うよ。一段削って木の床を張っていくね。よしよし。せっかくだから頭皮で統一させたいな。よし、オッケー。そして、一番下は丸いし。ここら辺に、ちょっとしたものを置く、スペースを作りたいな。飾り付けもお忘れなく。そして最後に、大事な、ベッドを置きます。いつか村人さんが増えるかもしれないしね。こんな感じかな。広めの間取りにしてあるから、新しい村人さん大歓迎です。では最後に村人さんを連れてこよう。いいねいいね。おっついにできたのかい？うんうん、できたよ。大変お待たせしました。こちらにお乗りください。送迎付きなんて気が利くな。それでは新居へ、ご招待いたします。嬉しいでしょう？まさかちゃんとしたところに住める日が来るなんて思ってもみなかったからな。はい、いらっしゃい。おキラキラしてる。ちゃんとお仕事してるし、喜んでくれてる。ため息が出るほどいいとこだな。サンダー、ありがとな。うふふ、それはよかったです。どういたしまして。また他の仲間たちも、できてくれたらなって思ってます。見つけたら連れてくるね。そいつらと酒が飲める日を楽しみにしてるよ。ということで、村人さんのお家ができました。喜んでもらえて嬉しいな。しっかり休憩して働いてくださいね。うふふ。よかったよかった。酒井サンダーだ。今日は竹の建築をやっていくよ。ここは、マグニーさんからもらった、花畑だよ。今日は竹の素材で、いろいろやっていこうと思うよ。まずやっていくことは、道作りだ。たた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 たうちは竹林には思い入れがある。そう、パンダなので竹林にはこだわりがあるんだ。すごく素敵な素材だってことを、ここでアピールしまくっちゃうんだ。どうだろう、うん。結構植えられたな。よしよし、まずこの道でしょ？そしてここに、お家を建てていこうと思う。わわわわわ、ええ、やあ、やあ、やあ。うげげ、あそこはモンスターハウスか？あばばばばば。それじゃあアプデで増えた竹の素材を、クラフトしてみよう。竹がめちゃくちゃいっぱいあったのに、こんなちょっとしか作れないのか。なんだか損した気分なんだ。そして材料不足にならないか心配だ。シュルカーボックスに箱分持ってきたのに、これだけしか作ることができなかった。足りるといいのだけれど。あちらにも持っていくことにしよう。この辺に小さな家を建てていくよ。水辺のお家もいいよね。危なー。ぷらぷら、死ぬとこだった。よしよし、そうか。この辺は下がこちゃこちゃしていて、湧きやすいんだな。
気をつけないとな。むしゃむしゃ。なんじゃこりゃー。うちのほっぺにぶっ刺さってる。なんてことをしてくれたんだ。やめとけやめとけ。気を取り直してやっていこう。この辺にお家を建てるんだけど、カズクラがよくやってる大きさ決めみたいなものもやらないとな。これぐらいでいっか。9マス ×9 マスだ。いや、今日は偶数にすることにする。9マスだ。まずいろんなブロックを作ってみよう。どうでしょう。トラップドア、階段、ハーフブロック。ほえー、ハーフブロックを2つ合わせると竹細工ができるんだ。皮を剥いた竹ブロックもあるし、なんだかうちの建築魂をかき立てる豊富さだな。渋川いいなぁ。実際に並べてみようかな。なるほどね。竹細工の階段はないのかな。ええー、階段もあるんだ。でもちょっとたくさんすぎてわかんなくなりそうだな。竹細工と竹細工のハーフブロック、竹細工の階段。なるほどなるほど。ふむふむふむ。竹のフェンスを重ねると竹だ。ふむふむふむ。なるほどね。ちょっと見本でここに置いておこう。ここはドアにしたい。それじゃあ柱から作っていきますか。タンタンタン、トントントン、壁を作っていくよ。ほいさかほいほい。タンタンタン、トントントン、ほいさかほいほい。やべべべ、また作りすぎた。やばば。ね、扉の周りはこんな感じ。ここには戦力岩と境界岩、どっちが合うかな。戦力岩だな。屋根はこんな感じ。およよ、おっきなお家になったな。よかろう。この真ん中を、この一番上に竹ブロックを横向きで置くとどうかな。ちょんまげに見えるな。トラップドアで窓を設置。屋根のバランスもちゃんと考えないとね。いい気がする。どうだろ。家の正面はこんな感じにしようと思うよ。ザ・竹建築っぽくてうちは気に入っているよ。ということで屋根を張っていこうと思います。では屋根ができるところまでジャンプ。屋根が張れたよ。ここの左右前後っていうの、これは一緒にしておきます。後ろにはちょっとしたあずま屋を建てていきます。あずま屋というのは庭や公園などにある柱と屋根だけの、休憩したり風景を眺めたりするための小さな建物だよ。これがあると素敵な感じがするでしょ。庭のアクセントってやつさ。よしよし、お家の外回りはこんな感じ。うんうん。そうしてこの洞窟あたりもいじっていきたいんだよね。次は床を張っていくよ。なんて名前かど忘れしたよ。むむむ。そうだったそうだった。竹細工のハーフブロックを置いていきます。いっぱい持ちすぎると作りすぎちゃうから、ちょっとずつね。よーし、床がめちゃくちゃおしゃれになっちゃうよ。ほらほら、素敵でしょ。竹のお家にはどんな照明が合うのかな。コメント欄でアドバイスお願いいたします。とりあえず松明を置いておくね。竹ブロックの色がめちゃくちゃ明るく見えるから、何でもできそうな気がするね。とりあえず外装はこんな感じで OK。 内装はまた今度やっていくよ。あとやりたいのがこの水辺を充実させていきたいんだ。この辺は少しだけ整地していくよ。整地が終わるまでまたまたジャンプ。整地をやったよ。ビフォーアフターわかるかな。今からここの小さな池を大きな池に広げていきたいと思っている。そして池の底を砂利にしたいんだ。なぜって、それは感覚さ。どうかな、砂利と砂も混ぜる。それとも土、はたまた石、石か。石よりも土の方が温かみがある気がするな。石にするか土にするか。石も混ぜつつ土も置いていこう。うんうん、オケケ。こちらのお池もいい感じにしてこうっと。
奥のお池にお水を張って、そしてつなげます。パシャパシャパシャ、ジャバジャババ、パシャパシャパシャ、ジャバジャババ、よし。いいね。そしてこの辺から、お水をタラちゃんいたしまして。ふむふむ。こんな感じでどうでしょうか？いいね。池の周りを囲っていくね。戦力岩や丸石なんかを使っていくよ。よーし。この広い池に、少し装飾をしていくよー。竹の成長を止めるには、蜘蛛の糸を使うといいらしい。そしてサトウキビも、ちょっぴり植えておくよ。サトウキビの成長を止めるのも、蜘蛛の糸だ。こういうところに、水源を隠しておくと、サトウキビを育てることができるよ。桟橋があると、きっと素敵だよね。ハスの葉っぱを置いていったりするよ。そして、お花も咲かせたい。こうしてどんどん素敵なお庭を作っていったんだ。よし、池と洞窟の飾り付けができました。仕上げに入りますよ。洞窟の天井をうちの好きな石に変えていこうと思う。境界岩にするね。えっさかほいさかえい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 。えっさかほいさかえい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 。洞窟の飾り付けも OK。次は道を整えていきます。砂利がメインだよ。そこに境界岩を混ぜ混ぜー。丸石のハーフブロックも置いていく。塀も置いちゃえー。小川も渡れるように、飛び石みたいにしたいな。塀の上にはランタンを置くね。よしよし。橋と小道も完成だ。どうかなどうかな？いいねいいね。こちらにも竹を増やしましょう。風通しを良くする窓を、両側につけまして。どうでしょうか？竹林の小道を抜けると、その先には竹のお家が現れます。このお家の、内装はまだございませんが、後ろには洞窟と、池があります。せっかく竹があるので、竹のいかだも浮かべておこっと。いかがでしょうか？うちにはじいちゃんがいるんだけど、じいちゃんも喜んでくれそうだなぁ。こんな感じで、竹建築やってみたよ。この建築がいいなって思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。じいちゃん喜んでくれるかな？坂井さんだーだ。見て、シャワーを浴びてるみたいでしょ？ふわ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 ー。今日はこちら、花畑からオープニングだよ。イエ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 イ。最近はここに入り浸っているサンダーであるが、今日も、ここで建築をしていこうと思う。今日は、牧場、いや、牧場より、牧場っていう響きの方が好きだな。ということで、牧場を作っていくよ。さーて、どのあたりに作るかだ。うわぁ。このあたりがすごく充実してきて、嬉しいな。そうだなぁ。広い土地が欲しいから。川と川の間あたり。ここ全部牧場にしても、いいかもしれないな。まさか、この下は大洞窟だったりして？危ない。後で塞ごう。よしこのあたりに、馬小屋と納屋を作っていくよ。もうね、昨日、楽しくなっちゃって、別ワールドで試作してたの。だから大体の大きさは決まっているんだ。段取り8部って言うでしょ？まず、足場を置いて大きさを確認するよ。結構大きな建物を作る予定だよ。だから、これぐらいの大きさが必要になってくる。この辺りも整地しながら作っていくね。この穴ぼこが気になるから。ここを埋めていこうかな？土足りるかな？結構綺麗になったね。よし、オッケー。じゃあね、柱を立てていくよ。材料を置いていこう。今日はいっぱい頭皮を使っていくよ。肝心要の柱の位置を決めていくね。始まりました、巻き場作り。
牧場に必要な納屋や馬小屋を作っていくよ。柱は頭皮の原木、牧場のイメージに合わせてみたよ。どんな建築ができるかお楽しみになんだ。正面の柱を置いたら、今度は奥行きを出していくよ。3個飛ばしで頭皮をポンと置くよ。1、2、3本。どう？広いでしょ。こんな感じの広さで、ここには建てていくよ。いいね。よし。じゃあまずは、ここが中央建物の入り口です。白樺の原木も、たくさん使っていくよ。高さは4マス分だっけかな？白樺は皮を剥くね。階段ブロックを下向きにくっつけて丸い感じの門にする。うち、こういうの好きなんだよね。ここも下向きね。こっちもこう。そして一旦仮置きして。トン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 、シャカシャカシャカ、多かった。トン、もう一丁トン、シャカ。こんな感じかな？ここが、大好きなトラップドア。こう。これが一番大きな建物の入り口、納屋になるよ。まずこんな感じで、柱をしっかり立てていこうかな。高さはよくわかんないけど、こんな感じってことよ。わかんなくなっても大丈夫、後で削ればいいだけだから。原木贅沢使いだな。なくならないか心配です。これだけ見ると、なんのこっちゃー？だよね。今回作る建物の屋根は、サンダーのこだわりポイントだから、今から屋根をしっかり仕上げていくね。早送りで行くから見ててね。さてさてサンダー。正面の屋根を仕上げていくよ。サンダーの建築、大好評だから、すっごく嬉しいよ。コメントを見るとすっごく元気出て、次は何作ろうかなーってすごくワクワクしてる。いつも応援ありがとなんだー。ほらほら見て、お屋根の形、とってもキュートでしょ？大きいものを作ってると、なんだかよくわからなくなって、ずれてくるのが今の悩み。みんなはどうやって気をつけてるの？どうだろうか？こだわりの屋根。なかなか、良いんじゃないだろうか？じゃあ、ここからは、屋根と壁を張っていくところまで。ワープ、じゃじゃーん。よし。屋根ができました。雨が降ってきたよー。結構いい感じだと思う。わーわーわーわわ。びっくりした。危ない。松明つけておかないとな。びっくりしちゃったね。一人で作業してると無言になるあるある。だよね。一旦松明を灯しておこうね。あ、隙間空いてる。いけないいけない。雨が入ると大変大変。よしよし。いいねいいね。やべべべ、湧いてる。あ、やめてよ。ええ。はい？今矢が通り抜けなかった？うち、いたずらに建物を傷つけるやつにはキュンとしないの。危なかった。中で爆発されたらもう。立ち直れるかー。わらわら。うん、いい感じいい感じ。よし。草が気になるから、バケツで除草だ。流してから松明置けばよかったな。そっか先に、照明をセットしていこう。屋根の中央のくぼみに、フェンスを置いていくよ。そこにもう一本フェンスを伸ばして、ランタンを置くの。湧かないようにしてから内装を進めましょ。素敵な雰囲気です。これ壊したらどうなるんだろう。スーパービジョン。いけてる。こっちはどうしよう。あっちと似たような形でやるか。いや、直接ぶら下げた方がいいな。こっちは天井が低いから、直接ぶら下げましょう。松明を取るとどうなるかな？スーパービジョン。オーケー。だけど周りがやばそうだな。絶対壊されたくないから。周辺も湧きつぶししておくね。ひとまずこんな感じで、いいねいいね。そしてこの両端の建物は、馬小屋にしていくよ。
柵をしていくよ。あ、でもふと思ったんだけど、入り口どうしよう。高校階段ブロックを置いていくよ。トラップドアも置くね。うん、これやっぱり好きなんだよね。こっちも同じようにしておこう。トン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 。馬小屋は仕切って、それぞれの馬が過ごせる場所も作っておきたいなって思ってるんだ。区切っていくね。トン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 。こんな感じで区切って、馬さんって2マス分ゲートがないとダメだから3マスにしていこう。全部トントントンしてくね。トン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 。ぴったりだー。これをこっち側とあっちのもう一つの小屋にも作っていくよ。レッツゴー。ダークオークのトラップドアも組み合わせてゲートを作っていくよ。大きな扉にしたいんだけれど、そこで活躍するのが逃避のトラップドア。建築上手な人、逃避のトラップドア使う。あるある、誰かが言ってた。だから真似していこうと思うよ。見て見て、ドアっぽい。もう片方は開いているような感じでつけていきます。扉が開いているので壁に沿わせていくね。ほい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 ほほいのほーい。これの困ったところは、両側閉まっても真ん中が開いちゃうっていうところだよ。うふふ。まあこれはもう見た目重視ということで、雰囲気を味わっていただければ幸いです。わらわら。こんな感じでサクサク行きましょう。馬小屋の通路はシャベルでサクサクしておいて、通ってますよ感を出していく作戦だ。無造作な感じでサクサクしていきます。こういうランダムな道好きだな。よしよしよし。じゃあ風通しを良くしていこう。トンと白樺くり抜いて、ちゃんとフェンスを置いていく。馬さんたちには快適な宿を提供したいんだ。ランタンも吊るすといいね。いい雰囲気出てますね。奥の方も窓を作るよ。風の通り道がないとね。うん、縦に長い窓にするね。横窓もいいかな。うんうん、素敵だな。いいじゃん。いいんだけど屋根がペラってしてるのが気になるから、ちょっとこだわっていくね。一個飛ばしで屋根を壊して。あ、ここちょっと待て、フェンスし忘れてる。よしよし、さっきの続きね。屋根を壊して階段ブロックを互い違いにしてみるよ。どうだい、なかなか可愛いんじゃないかい。上の方もペラッと感が否めないので、ちょっぴり工夫するね。こことか柱が丸見えなので隠しながらやってくね。階段ブロックばかりで並べるんじゃなくて、板材を組み合わせてみるね。こちらはハーフブロック。これで単調なペラッと感がなくなるといいんだけど。うんうん、こんな感じでやってくよ。ではバランスを見ながら屋根を素敵に大変身させちゃいます。やってこう。バランスがちょっと難しかったけど、試行錯誤ってやつだな。どんどん並べていくと、なんということでしょう。ペラッと感のない素敵な屋根の完成です。さあ行こうだぜー。なやですが、巻き場に必要な道具なんかをしまうところだから、床に丸石を敷くね。よし、広い納屋の完成です。そして飾り付けも準備してあるんだよね。壺さあ、壺がスタックできないの知らなくてさ、こっちで作ればよかったよ。地味に大荷物でした。やっぱ納屋といえば干し草とかが積まれているイメージ。そして養蜂箱も使える気がするんだよね。あとはスタックできない飾り壺。いい音だな。樽も置いておきたい。コンポスターもいいね。良さそう。納屋感出てるな。あ、これここにつけたら可愛い気がする。ほら可愛い。
いいね、オーケー。これで馬小屋は、完成です。それでは肝心の、大仕事を今からやっていこうと思う。ここに牧場を作ろうと思った理由が、ここに繋がってくるんだけれど、ここはね、引退場の、ユートピアにしようと思っている。ここにネザーゲートを作って、岩盤上から馬さんたちを連れてこれるようにしたいと思ってるんだ。だからなやと、異世界が繋がるっていう仕組みさ。3マスあれば馬さんはゲートを通れるんだよね。きっとね。ここにパチッとつけておきます。そして座標をチェックチェック。これを8で終わっていくよ。へぇ？ネザーの位置もちゃんと出てる。ブロックの上にネザーの座標が出ていたよ。普通に出てた。297のマイナス255に。立てなさいってことだわ。すごいモッドだな。よし行こう。了解。ここです。ちゃんと繋がるかどうか。やっていこう。5分を。完璧です。いいね。看板に、引退場のユートピア。と貼り付けまして。あとはこの周りを柵で囲っていくね。エリトラが手に入るようになってから、馬さんたちに乗る機会がめっきり減っちゃったから、ゆっくりくつろげるように、おっきなおっきなフェンスで囲っていくね。のびのびと楽しい日々を過ごしてほしいな。よし。一周しました。湧き潰しや裂け目の補修はまた今度しておくね。看板を書きに行くよ。やろうやろう。さて、一番これを、必要としている人は誰だと思う？考えてみて。チック、タック、チック、タック、チック、タック。そう、マグミーさんだ。みんなわかったね。だからマグン店に看板を置いてくるね。行こう。どこだっけ？あったあった。ちゃんと看板が用意されてる。引退場のユートピアできました。看板上の座標を記します。よし。これでマグニーさんも気づいてくれるはず。最後にシェーダーで見てみよう。そうだね。行ってみるよ。レッツゴー。お。いいですね。こちらから出てみると、夜です。夜の雰囲気めっちゃいいじゃん。でも枠から寝る。おっはよう。巻き場の朝は早いから、朝の雰囲気も、いいね。では、こんな感じで、馬さんたちがここでのんびり過ごせるなって思った人は、チャンネル登録と高評価、お願いします。みんなの馬さんたちが、集まるといいな。いい感じいい感じ。坂井さんだーだ。みんな本を読むのは好き？うちは大好きだよ。まあ、基本的に、絵が描いてある本なんだけどね。ということで、今日は森の中に図書館を作っていきたいと思うよ。材料はいろいろ必要なんだけど。見てみて。本棚はマロくんのところの、マロリーヒルズで、交易してきたよ。あとはマングローブの根っこが、もうちょっと欲しいんだけど、マングローブまで行くのが、すごーく遠い。あと、泥レンガってみんな知ってる？去年のカズクラワールドで、無限に泥が手に入って、泥レンガがあったんだけど、今年のワールドでは、どこにあるのかわかんないから、あのスーパージャジャ倉庫に、借りに行こうと思うよん。行こう。じゃーん。やって参りました。スーパージャジャ倉庫。みんなはスーパージャジャ倉庫を知ってるかな？勝手にうちがそう呼んでるだけなんだけど、ここには、マイクラのほぼすべてのアイテムが仕分けされているという究極の倉庫であります。見てみる？ほら、仕分けが美しいね。別名、カタログと呼ばれている。なぜかというと見て、これ、階段ブロックなんて仕分ける必要あるのか？その辺を問いただしたい。すごく綺麗だろ？うちも収集癖があるので。ここの倉庫大好きなんだ。今日探していくのは、まず、泥レンガ。泥レンガ、さすがです。いただきます。そんなに使わないかもしれないけど、多めにもらっていきますね。お次は、マングローブが、もう少し欲しい。
マングローブは、と、植物エリア。みんなうちより先に見つけられるかな？はい、ありました。マングローブの根っこ。これは、余ったら返しに来るからね。お借りします。それにしても、スーパージャジャ倉庫すげーな。よーし、では、作る場所まで、レッツゴー。素敵だなぁ。やってまいりました。引退場のユートピア。おーおー、アッキー元気してたか。うん、元気してたよ。アッキーアッキー、よし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 。のびのび暮らしてるか？うんうん、楽しく暮らしてる。よし、かわいいな、アッキー。よし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 。アッキーは、コハロンさんの馬です。足が激遅。それでも、かわいいだろう？よしよしよし。キュンです。今日は森の中に、図書館を作りたい。場所の目星は、つけておいた。この後ろの森がいいかなって思うんだよね。この辺ちょっと谷が多いけど、この木のあたりなんて、どうだろう。少し整地をして、この辺に建てていきたいと思います。では、整地だー。木を切るのは、最低限にしないとね。切りすぎるのは、ナンセンスだよ。ザザザッと周辺の木を切って、ちょっと少し整えていく。いい図書館ができるといいな。こんなもんかな？どうだろう。これぐらいあると十分かな？いいねいいね。だいぶ綺麗になりました。よーし。葉っぱも資源。まずそうだなー。正面はどっちだ？あっちが牧場ってことは。ちょっと道を作ってみようかな？この辺から、つなげていこうかな？うちお得意のざっくり小道ができました。最初の道はこんなものでいいのですよ。後で考えればいいのですよ。よしよし。小道はこんな感じ。図書館は、切り株の中にいるような、トトロの住みかみたいな、そんなイメージで作っていくよ。まず大枠決めますか。こんな感じ。丸い感じにしていきたいんだよね。もう円を作るのも、喋りながらだって、できちゃうぐらい、慣れたもんだぜ。完璧でしょ？すごいでしょ？そうして、ちょっと試したいことも、あるんだよな。先に木を生やしておけば、建材の節約になるんじゃないかという、そんなことを考えているんだ。あのね、ここに巨大樹の枯れたようなものを、作ろうと思うんだけど、先に、巨大樹を生やしておけば、建物になるんじゃないか？ほい。そうだった。地面が変わるんだった。これ好きじゃないんだ。やってしまいましたな。ああ、莫大な時間がかかる。やんなきゃよかった。みんなは横着しちゃダメだぞ。これもう一回普通の土に戻したい。後で考えるか。生えてしまったものは仕方がない。もしかしたら活かせる未来があるかもしれない。よし。こいつは、切ろう。横着ダメ。絶対。作っていくよ。道からこう繋がるから。こっちが入り口でもいいか。まず本棚を乗せていきます。図書館だから本棚を使っていくね。面白いでしょ？みんなお楽しみにね。待って、ちょっと規模が大きすぎた。作ってはみたけど、少し縮めます。そこまでワープ。あーよいしょ、小さくするどころか、大きくなっちゃったー。これで合ってるのかちょっと不安だけど、続けていくよー。こうだな、積んでいっちゃう。皆のものを見よう、この新しい技を。マウスの連打設定したんだ。えっへん。こんな感じでどうかな？次は飾り付けをしていくよ。1、2、3、4。そうそう、ちゃんとクリエイティブのワールドで試作を作っているから、ある程度うまくいけると思うんだ。いいねいいね。オッケー。
これこれこの感じが、とってもいいと思うんだ。これを、秘宝に作っていこうと思うよ。スタートを。入り口をどうするかだな。王道ですね。そして、OK。これが1階部分となるよ。後で微調整するけど、とりあえず1階部分の完成です。よーし、まだまだ行くよ。次は2階だ。逃避のドアとトラップドアを使っていくよ。逃避の原木をとことこ並べまして、こんな感じ。この上に逃避の板材を置くよ。いいね。ちょっと装飾もしていきます。この角っこというか曲がっているところを工夫していくよ。こうか。他のところにもこれを作っていくよ。こんな感じです。なかなか素敵な1階ができたんじゃないでしょうか。いい感じ。よし、では次は2階部分に行くよ。レッツゴー。2階部分を作っていくのはリプレイでやっていくね。2階は1階に合わせて作っていくから、お茶の子さいさい、お手の物だよ。どんどん本棚や板材、原木を積み上げていくんだ。2階部分の完成です。2階の通路のところなんかを、ちょっと複雑にしていきたいなって、思うんだけど、開放感あふれる感じっていうのかな？どうかな？迷いますね。こういうのも好きなんだよな。こう、こんな風に壁に柵がついた感じ。こういうのちょっと好き。トン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 、ちょちょちょのちょ。ええやん、ええやん。よし。いいんじゃないか？いい。よし。ここからが大変。実はこの図書館、枯れ木の中の空洞が、図書館みたいな感じの、イメージだから、周りを囲む作業が、めちゃくちゃ大変。この本が見えないように、ぐるっと一周、原木を置いていこうと思います。その周りを囲むための原木が、めちゃくちゃたくさん必要になってくるから、なんとうちは、シュルカーボックス1個分、ダーンと準備しました。あとは装飾に、マングローブの根っことか、泥レンガとかを、使っていきたいって思ってる。うまくいくでしょうか？では、やっていこう。ということで、うちは、見た感じが枯れ木に見えるように本棚を囲っていくのであった。あれれ？雨が降ってきちゃった。うちは、雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ、丈夫な体を持っている。うちってば図書館にいたから、文学少女になっちゃったかも。うふふ。どんなもんだろう。ふむふむ。あらららー、ここだけがっつり丸見えだった。丸見えでございましたよ。この面全然見てなかった。急いで隠します。これで、でっかい木が枯れて、上にでっかい穴が開いたみたいなー。そんなイメージなんだけど、どうかな？どうかな、どうかな？でっかい木の感じはする。多少崩れて中の本棚が見えた方が、朽ちた感じの、イメージ出るかな？いいね。外をもうちょっと、装飾していくよ。朽ちた感じを見せていきたいんだけど、
どうするのかというと、お得意のシャラリンを使っていくよ。こういう風に土を置いて。シャラリン？あ？なるほど、緑じゃないと草は生えないのか。草ブロックだね、あったあった。これ周りはどうなるんだろう。シャラリン。原木に広がったりはしないんだね。なるほどね。ってことは、シルクタッチのこれで、草ブロックを集めないとな。この辺は景観を汚したくないから。ちょっと離れたところに行こう。この辺ならいいか。おやおやややや。これだけあったら十分だろう。こういうところに、草を生やしたい。お花は咲くのかな？咲くね。やったー。葉っぱも入れていこう。隙間合間に、落ちないように、草ブロックを置いていこう。よしよし。もうちょい草ブロックが欲しいな。とやややややや。こんなもんかな。そして、木の根っことか、泥レンガも、準備してみたんだ。合うかなと思って。どうなったかな？まあ、こんな感じに、突如現れた、巨大な枯れ木、どうでしょうか。次は、内装をやっていくよ。一段下げたいんだよね。あ、そう。こんな感じで行こう。中もシャラリンしていくよ。ちょっと生えすぎ。長い月日が経って、苔むしちゃった感じ。苔でもないけど。ふんふん。この辺に、ツツジでも咲かせておく？侵食された感じ、どうかな？暗くなると困るから。ランタンと、フェンスで湧き潰し。この辺にぶら下げられないかな？できたできた。ブローベリーは、上の方から、めちゃくちゃ垂らしたい。伸びすぎちゃうから、ハサミでいい感じにカットする。あっても、めっちゃ長いやつ、作っておいてもいいか。あとは、緑要素を増やして、朽ちた感じを作っていきたい。どうかな。ブローベリーがなくなりそうだ。そんな時は、コップンで、あたた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 と。よしよかろう。よーし、内装をこんな感じで、ちょっと侵食されつつある。図書館を再現してみたよ。あと道をどうするかだな。これが好きじゃない。ポドゾル。ちなみにポドゾルは、大河の原生林と、竹林の表面を自然に覆う、土タイプのブロックだよ。ポドゾルって、ドライカレーに見えない？ポドゾルは例外なく撤去です。こっちに道が繋がるように、作っていこう。あれ果てた道ってことで、草を生やしておくか。生えすぎ生えすぎ。昔の名残みたいな感じで、泥レンガブロックを敷いていく。ハーフブロックにもできるのかな？できる。段差はハーフブロック。根っこで枯れちゃってる感じを表現したいな。失われた遺跡的な感じで、どうかしら。こっち側は、道があるのかわかんないぐらいで、あれ？道あったかな？くらいの感じで行きたい。気づく人は気づく感じで、それで気づいた人が、こう道を抜けていくと、なんだなんなんだ？っていう感じで、ブブーン。もうちょっと、朽ち果てた感欲しいな。あえてこの辺、本棚めちゃくちゃ見せるっていうのも、ありかもしれないな。こんな感じでどう？根っこもありだな。光ゴケもいいな。図書館の中も光ゴケ使ってこうっと。よしよし、できたんじゃないか。ちょっとストンとした感じが、否めない。何千年かけて育った大きな木だから、ストンとはしていないよね。ゴツゴツ感を根っこでやってく。
うんうん、これでいいんじゃないか。よし、できた。どうかな？こちら、森の中の朽ちた図書館、完成です。誰か見つけて入ってくれたらぜひ鍵もっと入れてみてほしいんだよね。では参ります。いかがでしょうか。森の中の朽ち果てた図書館でございます。大きな木の中に図書館があるんだけど、それが使われなくなってだんだん侵食されていっているよっていうのがコンセプトです。なので雨漏りも全然します。飛んでる人がもしかしたら見つけてくれるかもしれないけど、こちらなかなかの秘境なので見つからないかもしれません。これこそグリちゃんの建築はストーリーだからが使える。改めまして、建築はストーリーだから、ちょっと締めに撮影させてください。やっていこう。ここは引退場のユートピア。その奥へと続く古い道をたどっていくと、昔々そこには大きな森の中の図書館があったそうだ。その図書館は使われなくなって何百年経ったろうか、100年は言い過ぎか、みんなに忘れられた頃、うちが発見したってわけさ。誰も通らなさそうな小道をこう歩いていくと、そこには何やら昔人が住んでいたような文明を感じます。そうです、なんとそこには忘れられた図書館が現れるのです。伝説の書庫でもあるのでしょうか。そこは時間とともに植物と共存する図書館になったのでありました。じゃんちゃん、いかがだったでしょうか。この図書館が素敵だなって思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。ではまた次の建築でお会いしましょう。何の本を読もうかなー。あーあー、立派な船だなー。これが庭園にあるだなんて、昔の富豪みたいだな。坂井サンダーだ。今日はこの辺の建築をもっともっと発展させていくよ。コンチャッス船長さんですか？コンチャッス船長っす。今日は何をするかというとね、こっちの方に橋を作ったりして、上まで建築やっていこうかなって思ってんだけど、まずこの辺の聖地をやっていこうと思うよ。ちょっと大規模な聖地になるから。覚悟して取り掛かるぞ。今日も頑張るぞー。レッツゴー。もぐもぐもぐ。よし、腹ごしらえも終わったことだし、まずはここに橋ができて、そこから道を作っていこうと思うから、この辺りの木々を上から切っていこうかな。この木々もいい材料になりそう。お、また来たのかお前。危ないから降りときな。どこから来たんだ？よしよし、整地具合はどうかな？開けてきたかな？あ、今ひらめいたんだけど、この、カズクラと一緒に作った和風建築の出口から、スーッと延長線上に上がっていくのもいいかも。ということは、あの木のあたりも、切っておくといいな。切りすぎたら、後で生やしてもいいしね。我ながらいい思いつきをしてしまった。最高だぜー。それでは一回見てみましょう。雷さーん。じゃじゃーん。めっちゃ湧いてる。この辺をきれいに道にして。そうだな。この辺つなげて、もう一段上まで行きたいから。整地するとこいっぱい残ってるわ。すっごい整地頑張ったと思ったけど、まだまだじゃーん。全然全体が見えてなかった。OK だ。ここら辺を通る感じにして、上まで行けるようにしようかな。もうちょっと削ります。レッツ削り削りー。ブラッパ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 。焦るな焦るな。まったく。飛び越えてくるんかーい。しつこい人は嫌いです。やーとー。整地を続けるね。よし、チェックだー。めっちゃ残ってる。めっちゃ残ってるけど、とりあえずいいとして、次はこちら。
ここは真ん中を中心に整地してこうと思うよ。やっていこう。エッサカホイサのさっささー。じゃあ見ていくよ。まずこちら側から。こう道ができて。何かしら、ここに橋を架けて、こう通り抜けていくんだ。ここがちょっとした庭みたいになるといいな。そしてこの上の階に繋がるというわけさ。いいんじゃないか。よし、こんな感じで整地完了。次は建物を作っていくよ。よーし、ここに建物を建てていくんだけどさ、大きさの感じをつかむために床を先に張っていこうと思うよ。どうしよっかなー。キーメーター、キーメーター。ここからこうやってきて、この辺のどこだっけ。あったあった、ここ、ここまで作るよ。だから少しだけ、いや少しどころではないな。この辺も木を切っていかなくっちゃ。そこまでジャンプー。よーし、大まかに整地できたから床を張っていくよ。敷き詰めるのは深層岩レンガのハーフブロックだ。一気に行くぞー。どうどう、一番上の建物の床張り完成。もう一個下の段にも建物を建てたいから、その床も張っていくね。こちらも深層岩レンガのハーフブロックだよ。あともうちょっと。よーし、床が張れたから、次は階段を作っていくよ。この辺からシューって上がりたいんだけど、その階段ができるまで一気にやっちゃうよ。じゃあ行くよ、ジャーンプ。ででん、階段ができたよ。こんな感じで下から続く階段、まず一箇所目完成です。じゃあ次はこっちの上側もつなげていくよ。レッツゴー。じゃじゃーん、上までつながりました。どう、大階段のデッキ上がり、なかなかいいでしょ。よえー、あの上の集いをなんとかしなきゃなー。こいつら邪魔がすぎる。サンダーを侮るなかれ。実は蒔絵を準備したんだ。ほーら、みんなー、餌だよ。おう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 、金への執着心すごいな。おいおいおい、入れ入れー、餌だよー。お入りなさーい。うっしっし、入れ入れ。ほーら、餌餌。これはすごいな。よーし、なんかいろいろ攻撃してくれたけど、いいものくれてるのかな？ちょっぴり気になっちゃうんだー。なんだろなー？特にいらぬ。持てないしね。ありがとうありがとう。でも、だいぶいらない。おとなしくしててくれ、オッケー。これにて集いは解散です。すっきりしたね。ちょっと見てみようか。うん、なかなかいいぞ。いいのができそうだ。よーし、では次、下の階の建物から作っていこうかな。やっていこう。お楽しみにー。この階段の両サイドに、ちょっとした建物を建てていくよ。ここが目印。ブラックストーンを置いたよ。円みたいにしていきたい。丸はお手の物さー。うふふふ。いびつになりました。ですなー。ここが一個多かったか。こうだね。はいはいっと。よし、こうです。ここと同じように。2マス開けて。1、2、1と、同じところに丸を作っていくよ。今度は間違わないように慎重にです。ここか。こう。この2箇所に、あずま屋を建てていくよ。言い忘れてたんだけどさ、このネザーの建築物は、カズクラと一緒に作ったこの建物のデザインを活かしたものにしていきたいと思ってる。だからね、基本的にこの建物の色合いに合わせて作っていくよ。柱は赤、壁は白、石は黒、木材紫だ。ちょいと来ただけなんだけど、めっちゃいっぱい材料あったわ。耐火のポーションもある。わーいわーい。よし、基本に沿って作っていくね。ブラックストーンの黒で基礎を作ったでしょ？柱は赤。レッドストーンブロックね。壁が白で、クォーツブロック。赤ゾーン、白壁ゾーン、赤柱ゾーン、白ゾーンと、こんな感じの決まりに沿って作っていくよ。どうかしら？おめでたい色合いだね。年末に向けてふさわしい建物となりそうです。シンクの幹素材で、ひさしやたるきを作っていくっと、こんな感じだよー。ぶら？ちょ、親子ですか。申し訳ないけど邪魔しないでほしい。雰囲気出てます出てます。こんな感じで作っていくね。
続いて屋根を張っていくね。磨かれたブラックストーンのハーフレンガ。ん？磨かれたブラックストーンレンガのハーフブロックだ。磨かれたブラックストーンレンガのハーフブロックって一息では言えないくらい長いな。もう黒いブロックは種類がたくさんあってよくわからなくなってくるよ。みんなは建築するときに使い分けてたりするのかな？何かいいアドバイスがあったら教えてほしいんだ。とりあえず、磨かれたブラックストーンレンガのハーフブロック置いてみます。それで、磨かれたブラックストーンレンガのハーフブロックの上はどうしようかな？ちょっと磨かれたブラックストーンレンガのハーフブロックって言ってみたいだけになってる。わらわら。磨かれたブラックストーンレンガのハーフブロックの上は磨かれたブラックストーンレンガの階段です。どんどん磨かれたブラックストーンレンガのハーフブロックと磨かれたブラックストーンレンガの階段を置いていきましょう。わらわら。そうして、こっから積んでいく。ハーフ。こういうこと。で、こうなったところを、こう閉じると、どうかしら？ここから後ろの方につなげていく。つなげてく。あたた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 。こう。あたた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 。ここは屋根の一番高いところ。おおむねです。ふむふむ、それで。これで屋根ができたんじゃない？いい感じだね。そして屋根の外側？これなんていうの？外から見ると白く見せたいので。いいねいいね。これで外から見てみようか。ほらこれ白く。いい感じに見えるんじゃないだろうか。よし。これはハフと呼ばれるようだよ。勉強になるでしょう。わらわら。いいんじゃないいいんじゃない。もうちょっと。もうちょっと外側に作ればよかったかな。階段がすぐ近くになっちゃって、ちょっと窮屈かな。気にしない気にしない。よし。いい感じのができているので、もう一つの方も同じように作っていくね。その時までジャンプ。もう一つも完成したよう。ちなみにとっておきの秘密を教えちゃうとね、この立派な階段も、機能性はございません。段差が高くて登れなくなっております。ので、お気をつけくださいませ。うふふ。ではメインの建物を建てていきますか。ウェイウェイウェイ。結構大きくなるから、材料が足りるか心配だな。そう思うよね。そうだな、心配だな。うんうん。ここが階段の上り口の最後だから、すぐのところに作っていっちゃうね。床のギリギリまでトントントンと。端っこがここでしょ。そして柱がトン、1、2、トン、1、2、3、トン、1、2、トン、バッチリー。こっちも。1、2、トン、1、2、3、トン、1、2、トン、バッチリー。1、2、トン、1、2、3、トン、1、2、トン、バッチリー。赤い柱を3段。あれ？ 4 段がいいのかな？この高さでいいのかな？どうかな？あれれれれ？左右高さが違う。なんでこうなった？そんなこともあるよね。たまにはそういうこともあるさ。3段にしていこう。もうハロウィン終わったのに、この子はいつまでハロウィン気分なんだろう。どうしたの？脱げなくなっちゃったの？なんかアイテムあげたっけな？可愛いからそのままでいなさいね。うんうん、できた。そうです。この大きさです。皆様お間違えなきようお願いいたします。立派なのができそう。なんだかなんだか。すでにもうかっこいいじゃん。閻魔大王様住んでくれるかな？奥行きはですね。とトントントンと。トン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 、うん。ちょっと適当に置きます。じゃあ行くよ。1、2、3。トン。1、2、3、4、5、トン。1、2、3。トン。パーフェクト。これで囲んでいくよ。あたたたたたたー。1、2、トン。1、2、3、トン。1、2、トン。1、2、3、完璧すぎる。住みたいのか？あなたたち住んでくれたらかっこいいよ。ありがとね。でも今は邪魔、邪魔しないで。柱を建てました。この今から建てる大きな建物は、家族らと一緒に建てたポツンと一軒家。こちらのお家が、基本的なデザインとなっています。
だから、床の上に基礎となるハーフブロック、そして上に階段ブロックを置いて、壁はクォーツブロックにするからね。何々やめてよ。やめて、やめー。怒りますよ。おこ、あ、やばば、やばば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 。し。やばい、また最強が生まれてしまった。身ぐるみ剥がされた。もう気をつけてたのに。必要なのは。マグニーさん、トリックオアトリートじゃないんだってば。それ終わってるの。ハロウィンは終わったの。マグニーさんが心配してくれてるからお返事するね。ハロウィンは終わったのよ。わらわら。今回は一人で頑張ってみるね。そうそう、この前ゾンビに装備意識全部奪われて、マグニーさんと一緒に取り返したって言えばいいのかな？とにかく面白い動画があるからぜひ見てみてほしいんだ。概要欄に貼っておくね。では行くぞ。また最強装備できてるよ。絶対。どこだっけ？慎重に行こう。落ち着けサンダー。できるできる、うちならできる。あったあった、よかったー。斧取られてる。返せ、パシャリ。はい、危ないところでした。死んだけどね、回収完了っと。じゃあ続きをやりますか。何やってたっけ？ここに新双眼レンガの階段を置いていくって言ってたような、違うような。トントントン、トントン、トントン、トン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 と、なんかメリハリがない気がするな。この基礎は新双眼。磨かれたブラックストーンにしようかな？はたまたブラックストーンの丸石みたいなのがなかったっけな？いっぱい持ってたはずなんだが、そっちにしてみよう。ブラックストーンだね。これに置き換えるとキリッとするんじゃないか。いいじゃん。斧を右手に持って、ブラックストーンを左手に持って、掘る、置く。いや、一度に全部壊した方が早そうだ。じゃあこれ壊して置き換えていくね。そこまで、ワープ。いいね。いい感じ。レッドストーンブロックの下が、確かブラックストーンのハーフブロックだった気がする。こんな感じだったよね。やからが増えてきましたな。絶対に、取られない。荷物置き場。こんな感じで、クォーツの階段で囲ってみます。ここの屋根みたいなところを装飾していくよ。真ん中に置きます。端っこまで階段ブロックを置きます。いい感じでしょ？次は2階の床張りをするからね。そこまでジャンプ。床が張れました。ちなみに1階の内装はというと、このようになっています。窓にはフェンスをします。どうかな？なかなかいいぞ。次はここの2階部分を作っていくよ。だいたい1階と同じ感じでやっていきます。まずベースを置いていく。柱を置いていく。横をつなげていく。階段ブロック置いていく。あとはアート。1階と作り方がほぼ一緒なので、完成のところまでジャンプします。ジャンプ。来た。できたー。すごいいいのできてるんだー。めっちゃいいじゃん。あとは屋根を張っていくので、さささとやっていきます。完成しました。我ながら、すごいなものができてしまいましたー。この屋根すごいでしょ？かっこいい。屋根がなだらかに沿っていくところにこだわりました。さらにメリハリをつけるために、真ん中に物見台みたいなもの作ってみました。あとは仕上げに、外側に落ちないようにフェンスで囲っていこうと思うよ。よし、オッケー。こんな感じでどうかな？最後にこっちのお片付けをして、最終チェックをしていこう。なぜなぜ？見られてた？ブラ？嘘だろ、嘘だ。終わった。また最強装備ができちゃってるかも。もう誰もいない。自分で頑張るしかない。いざ、金装備忘れてた。またゼンロスの危機か。あとちょっとで終わりそうだったのにな。困ったことです。行こう。金ブーツよし、返してください。負けたくない。おやー。
全回収できました。強くなったぜ。大事なものはエンダーチェストに入れておこう。斧がない。お前うちの斧持ってんのか。パシャリ。危ないとこでしたね。なになになに、なんでなんでなんでやねんねんねん。なんで怒ってんのさ。怒りん坊さんだね。うちはエンディングが撮りたいだけなんだ。物置回収完了。じゃあ本日の建築を見てみよう。危険だから安全なところで見よう。よし行くよ。は、橋作るの忘れてるー。この離れから沖に向かって橋作る予定だったのに、すっかりぽっかり忘れてた。ここからスタートしたかったんだけど、次回作ります。いつまで経っても始められやしないよ。ここは、人里離れた赤い森の中。森の中を進んでいくと、そこには武器を持った、豚たちが住んでいる。ここは地獄なのだろうか。そこに現れた、大きな城。大きすぎて上まで見えない。ここには閻魔大王が住んでいるのだろうか。武装した兵士たちがうろついている。とても危険な場所なのである。みたいな。ここは危なすぎるよ。何回死んだと思ってんのマジで。あとご注意いただきたいのは、内装は皆無で、2階にも上がることはできませんのでご了承ください。ああ大変だった。めっちゃ死んだし、もうめっちゃ大変だった。でもすごいいい建築ができたと思うので、めちゃくちゃ満足です。ペコリ。ということで、この建築がすごいなって思ってくれた人はぜひぜひ、チャンネル登録と高評価よろしくね。ネザーは危ない。酒井サンダーだ。みんな元気してる？見て見て。サンダーの素敵なお家。めちゃくちゃ良くない？ほらこことかあそことか。うっふ。これまだ完璧にできたってわけではなくて、もうちょっと作り込みたいなって思ってる。このお家はひとまず置いておいて、今日は別の建築をしたいと思ってるんだ。本日はこのこんもりお山の開拓をしていきたいんだ。こっちに来てみて。この辺にさ、おっきな大きな、木を立てていこうと思うんだ。去年のことを思い出してみて、メッスおじさんの拠点とルーくんのために木を立てたの覚えてる？ルーくんのはお誕生日プレゼントだったね。ルーくん、メッスおじさんと続いて3本目の木だから、もっともっと大きくするんだ。見てみてこの奥の木。カズクラと一緒に作った、切り株の材料なんだけど、年輪のところが見えなくて、すっごくいいなって思ったから、サンダー3種類カーブン集めてみました。これを使って作っていくよ。ウェイウェイウェイ。それじゃあ早速やっていくよ。まずはちょっと整地。そこから多くの木を丸く、でも自然な感じで並べていく。ぐる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 何段も重ねていくよ。木がある程度伸びてきたら、ちょっと曲げてせり出す感じにしてみたよ。木がニョキニョキ伸びて、枝も伸びてきたね。どんどん伸ばそう。多くの木は、とっても硬いから、家具とか船とかを作るのにもってこいなんだってさ。木目も美しいよね。サンダーも大好きさ。あっという間にサンダーのお家に負けないおっきな木ができました。あれ？お家よりはるかにおっきいね。よしよしいい感じではないでしょうか？葉っぱがついたらもっともっと良くなりそうだ。どんな葉っぱにしようかな。じゃじゃさんの拠点に行って考えてみようっと。この木なんの木、気になる気になる。まだ見せらんないんですよ、建築は、サンダーさん。もういいよ、見ても。あもういいんだ、そうなんだ。どっちでもいいよ。んじゃ行こうかな。行ってみるかい。うん。ちょっと、宣伝。行こうよ。ね、行こう。うんうん。宣伝。もうまさか、おえおえいいでしょう。盆栽みたいな感じで。いいっすね。いいでしょ。まっすぐな木じゃなくて、この横に伸びた木。うんうん。すごい、赤の屋根で。この葉っぱが大量に必要なんだ。いや、ここの木のね、去年の青い木みたいな感じで、ここに葉っぱが生い茂ると。うんうん、いいね。何色でもいいよね。うん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 。統一感があれば。そうだね。
とんがり、この建築の建物もとんがり屋根で可愛いでしょ。ちょっとガゼボみたいな、うん、可愛いわ。もうちょっと大きくするんだ。うん、そこに原木が一個。本当だ、飛び出してる、うん、飛び出して人の配信見ながらうん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 、やってる。わかるわかるわかる。俺もね、あのね、自分の建築生配信でやるとね、もう眠くなっちゃうから。うんうん、まあでも褒めてもらえたから、うん、みんな褒めて、明日も頑張るよ。はい、わかりました。はい、何してんだサンダーは。わらわら、忙しいんだな今。忙しいのね。アメジストの木作ろうと思って。アメジスト、うん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 、間近で何個必要か見てみたら、シュルカーボックス、はい、何個、え、10個分ぐらい必要で。シュルカー10個。サンダー爆笑中。それ本当に作るんだったな。あの、いいいいとこあるよ。そうなの。依頼先がある。本当に依頼先がある。希望が今月気合入りまくってる。依頼先か、うん、サンダー爆笑中のがいて、看板貼ってきた方がいい。あっちね。うん、看板貼ってきな。わかった。アメジスト10シュルカーくれっつ。わらわら、ありがとうね。邪魔したな。依頼してくるよ。あ、依頼してきて。そうそうそう、うん、多分集めてくれるわ、8時間ぐらいかけて、うん、じゃあ行ってきます。はい。さすがに10シュルカーはきついよね。脳筋部の本部にやってきたんだ。どれだけお願いするか迷うところだな。これこの間ちょっとジャジャさんと集めただけでこれぐらい溜まったから、3シュルカーお願いするか。びっくりした。どういうことなんだ。すごいシステムだな。めちゃくちゃびっくりした。サンダーの巨大樹、アメジストブロックいっぱいいる。サンダー、あと歯、砂をいっぱい焼く。ルー君拠点へレッツゴー。何度見てもすごいな。ここだけ歯覚えたんだよね。アメジストの3割をガラスにするから、砂はこれぐらい必要かな。赤紫色のガラスにするよ。染料はジャジャさんのところにあるよ。行ってきまーす。かわいいのできるといいな。赤紫色の染料を作ってガラスと合わせれば色付きガラスの出来上がりなんだ。どんどんじゃんじゃん作っていくよ。よしよし、たくさんできました。いっぱいやることがあるんだ。猫ちゃんの手も借りたいってこういうことなんだね。これでよし、今度は地下の採掘場。あーれー、ここで取れたアメジストを水流で流して集められるようにしたいんだ。でも、難しいな。あれやこれや、いろいろ試してみて、やっとそれっぽいのができたよ。聞こえますかー？元気ですかー？だ！元気です。なんなん、その、ノリ。ノリとかじゃなく、ちょっと今日聞きたいことがあったんですけど。砂無限、砂無限どこかご存知ですか？知ってる。教えてくれると非常に助かります。仕方ないな。すいません。あと飯ってどこで手に入るんですか？飯は攻撃してください。あ、攻撃ね。飯助かる。わらわら。今は砂の在庫はあまりないのですかね。仕方がないので恵んであげましょう。わあ、すごく助かります本当にサンダー何でもできるやん。サンダー何でもできるよ。では焼きたいんだけどさ。ガラスですね。ついてきてください。いや、なんかすごくないですか、組長。わらわら、こちら真ん中の真ん中、はい、エンブレムエンブレムバスガイドいるやんここにわらわら、地図です。このバスガイドめちゃくちゃ使えるぞ。ふふふ、こちらのかまどのところね。こちらのかまどのところ、地図の左手です、はい、地図の左手です。これですか？こちらです。はい。あ、焼いてください。あ、なるほど。あ、なるほど。シュワルツネッカーですね、これは。シュルカーごと入れるんですね。あ、あと、もう一個だけちょっと情報をお願いしたいんだけど、黄緑色の染料大量に必要になってるんですけど、乗ってください。乗ってください。バスガイドサンダー、さすがです。バスガイドサンダー乗ってください。めちゃくちゃかっこいいじゃん。俺も使おうそれ今度から。染料だ。いや、でも緑系はちょっと在庫薄いですね。やっぱ
そんなに必要なの？1シルカーぐらいいるね。やばば、終わるの？そもそも。いやーマジで結構瀬戸際。サンダーのも見てよ、正面見てて。はい。うわー、え、ここ何これ？いや、木はわかるけどさ、すごいこれ、めっちゃうまいよ。うふふ、ありがとう。ただ、アメジストのブロック、シルカー、10個分ぐらい必要なんだよ。それはめっちゃいるな。うふふ、まだ大きくなるからね。まだ大きくなるんですか、こっから。サンダー爆笑中。今でさえこんなするのに。通販番組、見てるみたい。まだ大きくなるんですか、こっから。わらわら。あらー、でも、高いんでしょ？サンダー爆笑中。なんとこちら、家の右の部分、プラス、この真ん中のでかい家、サンダー爆笑中。こちら、つけて、なんとなんとお値段変わらず、そのまま、2セット、今なら追加でつけちゃいます。お値段変わらず、19,800円。19,800円でございます。安すぎる。破格の値段。じゃあちょっとアメジスト見に行こうよ。そんなこんなで、コメちゃんに装置の改造を手伝ってもらうことになったんだ。とにもかくにも、なんか俺が古代都市行くから俺、これ見つけたら掘ってくればいいんだね。うんうん、任せなさいよ。助かります。いやー、ちょっと今日はでも本当におんぶに抱っこ、助かりました。いえいえ、頑張ろうね。頑張ります。はい、よし、じゃあ寝るか今日は。なんでだよ、サンダー爆笑中、助かりました。ほな、じゃあ頑張ってね。ご分をお疲れ様です。ごめん。コメちゃんとバイバイしてからは、一人で採掘用の橋を黙々と作っていったよ。あれれ？若から、農勤部本部に来るよう、お呼び出しがかかったぞ。仕方ないな。コロンブス。よいよいよ、コロンブス、どうもどうも、ちょっとおいでおいで。あ、お客様、はい、お仕事のご依頼ありがとうございます。ちょっとこっちに来ていただけると、はい、わかると思うんですけど、そのいっぱいいるということで、はい、結構漠然とした数字ですよね。いっぱい。全然わからないので、だいたいこれぐらいいりますよっていう目安を言っていただけると、それに向けていくらでも動けるんですけれども。びっくりしない。しないしないしない。大丈夫かな。うん、大丈夫だよ。いくつ必要なの言ってみ。シルカー。もう単位が、うわー、単位がえぐいって。サンダー爆笑中。シルカー10個。もうシルカーって聞いた瞬間にもうビクッてしたけど、シルカー10個。でもね、ちゃんと自分でも集めるから。今どんくらいなの？ちなみに。なるほどね。全部こうお願いするのもちょっと忍びねえなということかな。うんうん、なるほどね。わかりました。私はやっぱりそのご依頼主様のね、意見を尊重させていただきますので。やりたくないってことか。いや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 、自分で言ってたじゃないですか。別にいくらでも取れ。ちなみに、アメジストブロックが、ブロックが中華10個分使うわけね。うんうん。結構ね、はい、俺アメジストジオードの情報も持ってるんで、ちょっと遠くの。そうなの？ありがとうございます。いや、もちろんです。じゃあ、お仕事を受けたまりました。3シルカー分ということで。よろしくお願いします。やめてよ、コロンブスは。じゃあ、頑張るで。今から行くの。ね、今からだよ。今日は、あなたに捧げます。今日の配信は。じゃあね、お嬢。よろしくお願いします。はいはいはい。お任せあれ。ごぶんは。よし。もう一頑張りします。やばば。コハロンさんが。ドラゴンから降りられなくなってる。迎えに行こう。あ、サンダちゃん、はい、ありがとう、チャット返してくれて。ルザック君のその町の建築とドラゴンの建築がすごすぎて見とれてたら、ちょっとあの帰りかさ分かんなくなっちゃってありがとう、サンダちゃん、助けに来てくれて。拠点方面に乗っていきますか。ルザック君もありがとう。いやいやいや、うん、ちょっと またあのドラゴン見に行きます。わらわらありがとう。まだまだ建築するんで、また見に来てください。さらに進化するということで、ちょっと楽しみにしてます。もちろんもちろん。絶対来れないじゃん。ここどこか分かってないんでしょ。ありがとう、ルザ君。じゃあサンダちゃん、お願いします。ありがとう。あ、乗ってください。ではでは。あ、やばい、ちょっと米商から無事に送り届けます。ちょっと米商から助けに行きますよっていう、そのリアル心配が来てるから、ちょっと先にチャット無事させて、無事サンダーちゃんに助けてもらいました。いいよ、みんなありがとう。わらわら、これほうれん草大事だからね。ルザックサンダーちゃん、みんなありがとう。このまま大げさだな。長いよ。じゃあちょっとサンダーちゃん、乗らせてもらうね。ルザックありがとう。送ってくるね。よ、良い町をありがとう。
ありがとうございます。またね、ルザックくん。じゃあね。じゃあ、ではバイバーイ。サンダちゃん、ありがとう。すごくない？でもこれ、この街改めてすごいよね。映画のセットだと思う。ここから…あ、痛い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 。危ない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 。ありがとう、サンダちゃん。ここから帰れるかい？サンダちゃんは何してたの？アメジスト、集めてた。なんかさっき空気清浄機のなんかフィルターみたいな、あのかっこいいネザーゲットあるの分かる？え、なんか分かんない。え、3つ4つぐらいなんか並んでるところ。連れてって。オッケー。ちょっと行ってもちょっとその場所もう一回行けるか分かんないけど、なんかねそこのゲートに間違えて入っちゃったのよ。あ、分かった。左。どこ？左。はいはい。まっすぐ。まっすぐね、こっち。はいはいはい。あ、これだ、これ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 。うんうん。いてて、あ、やばやば、死ぬ死ぬ死ぬ。ここのさ、ゲートに入ったらなんかハチとエンダーマンみたいなのが出てきて、うんうん、そのハチを一匹外に逃がしちゃったんだけど、なんで入ろうと思ったんだろう。これもそれわかんないの。それはめっちゃ面白いじゃん。うん、それが入ったらハチ逃がし、ありがとう。痛い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 、これ何？痛い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 。サンダーちゃん、このなんか日が当たったほうれん草みたいにぶつかるとなんか体力が黒くなっちゃうんだけど、これはどういう現象？サンダー爆笑中、これはウィザーローズって言ってね。ウィロ？ちょっと面白すぎる。これ なんていうの？これはちょっと待って、笑って喋れない、うん、サンダー爆笑中。それはね、レザーにウィザーによって殺された生物の慣れの果ての怖いお花だよ。え、そうなの？そんな物語があるんだ。だから呪われるから。あ、そうなんだ。え、でもじゃあネザーの生物ってやっぱ生命力強いんだね。これ取ったら死ぬよ。あ、取ったら死ぬの？マジ？触っちゃダメだよ。わかった。え、見て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 、なんか全ロスするから。マジか。取っちゃダメだよ。オッケー。ほら、怖いでしょ。いや、死んだね、本当に。じゃあさ、この中にハチとかエンダーマンがいたのはどうして？それはよくわからない。サンダー爆笑中、サンダーちゃん。じゃあサンダーちゃんも行ってみない？いやだよ。なんで？え、これ、え、本当にでもこれ取ったら死ぬのかな？全ロスするけど大丈夫。全ロスは怖い。わらわら、絶対に取っちゃいけない花って言われてる。わかった。ダメだよそれ。やめとくな、サンダちゃんもやめときなね、取ったりするのは。うん、うん、やめとこう。わらわら、このネザーゲートの謎は分かんなかったな。たまたま入ったんじゃないかな。たまたまかね、そう、たまたまだね。この辺に蜂の巣あるし、うん、あ、そういうか、誘われたんだね、うん、じゃあサンダちゃん、拠点に一緒に戻ろうか。戻れないのか？いやいやいや、戻れるよ。戻れるんだけど、一応その旅のフィナーレとしてね、右とか左とか行ってくれなくても運転してたら覚えるから。反対方向だよ。はい、サンダーちゃん、ちなみにここの拠点は知ってる？うんうん。じゃあここは果たして誰の拠点でしょう？当ててみて。いや、こちらがクイズ出す側 だけどサンダーちゃんの回答が聞きたくてもうそのね、質問の時点でアウトなんよ。バレたか。いやー、でもすごいなー、これも。サンダーの拠点、だから、サンダー爆笑中。これ、ごめんなさい。サンダー爆笑中。いやー、もちろん分かってたよ。うん。もちろん知ってたけどね。そっかそっか。いやー、素晴らしい拠点だなー。本人に出題したわけね。じゃあ、コハロンさんに問題です。はい。この屋根の木は何の木でしょうか？あ、この屋根の木何の木か。これは、なんだろう。紫芋の木とかかな、これは。これはなんだ、アカシア？違う。杉？杉なんてあったっけ？杉ないか。この木なんの木？松のことかな。これ何の木なの？確かに。こんな木は。それはハワイだね。正解は、マングローブでした、うん。あ、マングローブの木なんだ、これ。うんうん。マングローブの板材ってこんな色合いになるんだ。いいね。じゃあ帰ろっか。うん、じゃあ帰りましょう。じゃあちょっと、前4拠点に戻ります。はい。あとサンダーちゃん、このさ、この道路も綺麗だよね。この紫の、うんうん、
これは誰がこないだみんなで作ったよ、うん、そうよね、やめてよ質問形式でいやということで知らないって言えばいいじゃん、サンダー爆笑中さあということで、サンダーとコアロの冒険、はい、無事戻ってきました。上手に帰れました。いや上手に、いやでもサンダーちゃんが助けてくれなかった、本当にもあの帰れてなかったと思うわ。サンダーもそう思いますわらわら、アメジスト集め頑張ってね。うんうん、ありがとう。えっへん、よし最後の仕上げに取り掛かるんだ。アメジストの木の材料を集めながらアツクラメンバーとお話できて楽しかったな。せっかくだから、下から見上げた大木の風景なんかもお見せします。ぐるーっと一周してみるね。お日様の日差しが透けて、木漏れ日が薄紫で綺麗だろうな。最後は影モッドで見てみようかな。雨が降って、もやがかかってる姿も素敵だし。朝昼夕と雰囲気が違ってどれもいいね。とってもいい感じで出来上がりました。この動画が素敵だなって思ってくれた人は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。立派な巨大樹できました。随分遠くまで来たなぁ。あ、桜が咲いてる、行ってみよう。桜がとっても綺麗な場所だなぁ。あっちにもお花が咲いてるぞ。お花畑もいい感じだなぁ。とっても素敵。本当にたくさんお花が咲いてるな。いろいろ旅をしてきたけれど、この辺りの景色がすごく好きだなぁ。なんて広い丘だろう。あの小さな山の上、見晴らしがとっても良さそう。この上だな。よいしょ、よいしょ、もう少しで頂上だ。すーごく素敵だぁ。よし決めた、ここにお引っ越しをしよう。やろうやろう。そうと決まれば早速お家を建てていくよ。サンダーはこの日のために準備を進めていたよ。暇さえあればどんなお家にしようか妄想してた。わらわら、まず玄関の場所を決めるよ。この辺から入って、大きさはこのくらい。ポン、ポン、ポン、ポン。そしたらズダダダダダーと床を敷く。今回はエンドストーンレンガを使ってみたよ。エンドストーンレンガは石の中でも特に爆発に強いから頑丈なんだよ。いいねいいね。そしたら柱を立てて繋げていくよ。使ったのは多くの原木だよ。柱を立てたら繋げていくよ。これぐらいの大きさでやっていきたい。壁は薄いピンク色が可愛いと思うんだ。これは白色のテラコッタだよ。どうかな？窓は大きめに作って光がたくさん入ると良いよね。すごく日当たりの良いお部屋になりそうだ。そしてね、サンルームも作りたいんだ。小野さんたちがゆっくり過ごせる場所になるといいな。白い壁だと全体的に明るく見えるよね。ガラスは白色の色付きガラスを使う。日差しの強い日も、このガラスがあれば、光を和らげてくれるからね。順調順調いい感じ。天井も晴れました。ここから2階を作っていくよ。2階はサンダーのお部屋なんだ。何を置こうかな？お次は屋根張り。三角屋根がすごく好きだからそれは作っていきたい。天窓も作りたいし、ちょっと高い場所も作りたいよね。塔みたいなの作ると可愛いかな。今までにいろんな建築をしてきたから、いろいろ付け足したくなっちゃう。ということでこんな感じで落ち着きました。屋根も晴れました。玄関は桜のドア。これだけじゃ寂しいから、ちょっと周りを囲もうか。よしいいね。ランタンもつけよう。庭が広いから外に出られる場所を作りたいね。テラスみたいな感じなんだけど、葉っぱの屋根のガゼボ風にしても可愛いね。葉っぱをわんさか茂らせて、と、ブルーベリーも垂らそうか。良いのができました。外観はこんな感じになりました。玄関の上が寂しかったので屋根を付け足したりしたよ。お次は、内装を作っていきますよ。それじゃあ、お邪魔します。ガランとしているなぁ。
玄関に入ったら収納と時計が置いてあるんだ。ここに置くなら振り子時計が雰囲気が出て素敵だよね。植木鉢には桜を植えておこっと。さっき桜が咲いていたから苗をお裾分けしてもらったんだ。やっぱり桜は可愛いね。そしてそして、棚のお隣は壁で囲ってっと。ピンクのテーブルにピンクのチェア、めちゃくちゃ可愛くできたな。サンルームには、小野さんたちが快適に過ごしてほしいから、緑をたくさん飾る。結構いいサンルームができた。小野さんたち喜んでくれるといいなぁ。みんなでおしゃべりするためのテーブルや、窓のカーテンも可愛い。ピンク色の室内ができました。振り向くとここにも扉が。この扉を開けたところはね、2階への階段を作ろうと思ってる。こんな風に螺旋階段にしてみたよ。くるくるくるって可愛いね。真ん中から落ちないようにするためと、光を取り入れるためにエンドロッドを置いていく。この階段を上がると、2階に繋がるってわけさ。2階の内装も整えていこう。まずは落ちないように柵は置かないとね。ふわふわの大きなベッドも置いていく。2階の窓にはチューリップを植えたんだ。この窓にもカーテン、作業スペースもあるよ。天井や天窓からもランタン下げよう。ベランダもできたよ。玄関の横に池を作りたいな。水があると癒しになるからね。ちょちょいと作りますか。池ができた。これでサンダーたちのお家の完成です。ルームツアーに行くよう。まずこちらが玄関です。収納と時計があります。これで遊ぶ時間が守れるといいな。そしてここでみんなで集まってお話しする団らんスペース。お隣は小野さんたちのサンルーム。こっちからはお庭に出ることもできるんだ。ガゼボ風のスペースです。そして反対側のお部屋は階段に続いていて、螺旋階段を登って2階に行くと、サンダーのお部屋だよ。ベランダからの眺めも最高。かわいい家が完成したよ。みんな喜んでくれるかな？早速迎えに行こう。行こう行こう。去年のアツクラワールドに戻ってきたよ。サンダーはこのお家で大好きなお友達と一緒に暮らしてる。ただいまー。小野さん、矢田部さん、前原さーん、みんな集合して、大発表がありまーす。何々相変わらず騒がしいな。一体どうしたの？あのね、今回のお出かけで素敵な場所を見つけたんだよ。みんなで暮らせる家も建てたからお引っ越ししよう。それはびっくりですわ。みんなには急なお知らせになっちゃったけど、ずっと前から考えてたんだ。このお家、みんなで暮らすにはちょっと小さいなって思ってて、広い土地をこっそり探してたんだ。今回やっといいところが見つかって、みんなが喜んでくれそうなお家を建てたんだ。サンダーちゃん、私たちのためにずっと考えてくれていたのね。気にしてくれてたんだね。秘密なんて水臭いよ。言ってくれれば手伝ってたのに。ありがとう。私たちずっと一緒だよ。みんなー。それじゃあ準備していこうか。レッツゴー。お引っ越しー。みんなー、新しいお家は、ここだよー。前の縦穴式住居風の家から、一気にすごいのになったな。前のお家も大好きだけど、ピンクが貴重の玄関が可愛くてたまらないですわー。アッホーのちゃんが大好きなカフェ風な感じだね。そうなの。毎日カフェ気分のお家なの。そうだよ。前のお家は窮屈だったけど、ダイニングテーブルもあるからのんびりお茶してね。お友達もぜひ連れてきてよ。え？いいのか？やったー。嬉しいですわ。それだけじゃないんだよ。え？まだなんかあるの？うっふ、横の部屋にはサンルームがあるんだよ。うおー。やばば。お日様の光が差し込んで気持ちいい。みんなのサンルームだよ。好きに使って。サンダーちゃんありがとう。どう？みんな気に入った？間違いなく言えるのは、ここを気に入らない奴がいるわけないってことだよ。回りくどいな。うっふ、みんな一目で気に入っちゃいましたわよね。そういうことだな。だね。気に入ってもらえてよかったんだ。サンダーちゃんいっぱい頑張ったから疲れたでしょ？私元気の出るハーブティー持ってきたの。早速入れてここで飲みましょうよ。賛成。小野ちゃんナイス。ということでサンダーたちのお引っ越しが完了いたしました。これからはここでみんなと仲良く暮らしていこうと思うよ。サンダーの新しいお家が気に入ってくれた人は、高評価をよろしくお願いします。今日は高評価の嵐だな。ふっふ、そうかもね。チャンネル登録もよろしくね。かわいいお家ができたよ。小野さん。今日はアツクラのみんなが集合する日だよ。
そういえば今日は定例会の日ですわね。何をされるのかは決まっていますの？みんなで狼探しに行くんだって。狼さんって最近新しい種類が発見されて、全部で9種類いるんだって。住んでるバイオームごとに体の模様が違うんだけど、今回は全種類の狼さんたちをこの拠点まで連れてくるんだよ。ヤババな企画だよね。うふふ、頼もしいお兄さんたちが一緒ならきっとうまくいきますわ。あとは狼さんが住めるようにお家も作ってあげるんだ。完成したら私もぜひ連れて行ってもらいたいですわ。もちろんだよ、楽しみにしててね。行ってきます。なんか冒険組と建築組に分かれつつですね、やって、まあ冒険組が早めに終わったら建築組に合流するみたいな、なんかそういう感じがするんですよ。はい、いいかなと思ってます。チーム分けやろう、チーム分け。チーム分け、チーム分け。サンタちゃん建築やる。うん、やる。はいはい。じゃあこれでいきます。この割り方でいきますか。はい。はい。というわけで今回はこのチームに分かれてやっていくよ。サンダーはヒカックさん、キヨちゃんと一緒に狼さんたちのお家を作るよ。ここも狼島にしたいっすね、せっかくなら。そうだね。いや、心強いな、キヨピーとサンダーちゃんいれば。責任重大です。サンダーちゃんもうね、いますから大丈夫でしょ。あのね、海のサンダーがいるから。やめてよ、わらわら。なんか、キヨキヨの構想喋ると、大通りアリーの、その大通りの横に、うん、各狼のバイオームの小屋があるみたいな。いいっすね。でこの辺になんか狼像とかがあって、いい、ね、この辺狼像、うん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 、だからここがその本殿みたいな、ちょっと神社っぽい感じに。おー、完全にちょっとアドリブで今喋ってますけど。いやいやいや、めっちゃいいじゃないですか。なんかここ神社、あ、鳥居的な、鳥居的な、はい、感じに C の、いいっすね。で多分周りにワシャワシャ木とか、サンダーちゃんが得意なあの自然の可愛い感じとか、井戸とか作ったらむっちゃいい島なんじゃないかなっていう。いいっすね。あ、ちょっと今決まりましたね、完全に。僕ちょっと鳥居作りたいっすわ。そしたら、あ、いや、ちょっと作ってください、ぜひ。いいっすか。じゃあキヨキヨ小屋やろっかな。じゃあサンダーちゃん、え、サンダーちゃんは狼像はなんかキヨキヨさんの中でイメージあるんですか？うん、なんもないっすね。なんもない。オッケーさん、すごい難しいと思うんですけど、キヨキヨと入るところにゴーレムみたいのいるじゃないですか。はい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 。なんか石とかで狼っぽいのつけたらめっちゃかっこよくないですか？めちゃくちゃかっこいい。いやでも相当むずいと思うんですよ。相当むずい。サンダーちゃん、石の狼像を作っておくれ。はい、無茶ぶりだけど。ことがあるぜ。できる限りやってみるわ。オッケーオッケーオッケー。ダメだったら雨降り、うん、召喚だ。あれ。まずは素材を集めよう。石はここに大量に集めてくれてるんだ。ありがたく使わせていただきます。早速取り掛かろう。捜索部隊には PS が高いお兄さんたちがゾロゾロいるから、あっという間に連れ帰ってきちゃうはずだ。急げ急げ。狼の石像か、お座りしてる感じがいいよね。サンダーちゃん、ちょっと絶句してない、大丈夫？狼作り。めちゃくちゃ真剣。いや、そうだね。今どういう感じで建築税の申請の威厳をかけて。いいね、いいね、いいね、いいね。まず、平面から作っていくタイプです。おー、いいね。はいはいはい。平面図法ね。もう早速なんかボートに乗ってる狼が。え？マジ？マジっすか？もう連れられてました、はい。マジっすか？いや、早いぜ。相当早い。ちょっと、キヨキヨの小屋、ちょっと1個目完成しました。ちっちゃくないか。いやいや、これで一匹ずつ入ってくのよ、お座りして。なるほど、放牧スタイルかと思ってた。あ、そういうことね。あ、ここちょっとお座りスタイルで考えてたわ。ちなみに2匹来ますよ、キヨキヨさん。ちょっと1匹想定だったんですけど、ちょっと、ふふふ。狼とか犬の画像を参考にしてざっくりと石を積んでいくよ。ポンポンポーンと。よし、どうだ、なかなか良くないか。うわ、サンダーちゃんすげえじゃん。なんかちょっとずつできてきてんじゃん。あ、なんかわかるわかる。あ、もう犬だ。いい。え、すげえな。え、もう平面だとちゃんと犬だよ。めっちゃ早い。すごいじゃん。あ、これ羽、図面を見ている。いやいや、でもすごい。いやいや、でもすごい。図面通りにできないもん、マイクラ。わらわら、石で肉付けして立体感を出していくよ。サンダーちゃんマジで建築すごいな。いや、すごすぎますわ。ありがとう。即興でこれで基礎でできるのすごいよ、マジで。アキクラのお兄さんたちはいつもいっぱい褒めてくれるから嬉しいな。めっちゃ元気とやる気もらってます。もっと怒っていこう、自慢していこう。うん、自慢していこう。天栗さんが自慢した方がいいって言ってたよ、建築はいっぱいどうやった方がいいって。あ、本当っすか。
ちょっとどやろ。どや。どやどやどや。狼さんの足ってどうなってんだ？あの折りたたまれてる感を石像で出していくのはなかなか難易度が高いぜ。でもすごく楽しいな。頑張っていい建築作るぞ。サンダーちゃんすげえ。ありがとう。定期的に褒めてくれるじゃん。じゃあ褒めんのやめようかな。そんな。わらわら、寂しい。よし。うわ、サンダーちゃんちょうどだよ。ちょうどかい。よかった。ちょうど終着点。やっぱこの建築組のやっぱ醍醐味は帰ってきた時、おーすげーって言ってもらえるかっていう。確かに言ってもらいたい。そうだね。そこが一番気持ちいいですもんね。うん、うん、それ気持ちいいんで言わせましょう。絶対サンダー的に尻尾はこだわりたいポイント。狼さんって尻尾で元気度がわかるじゃん。この子はくるんってさせたい。なぜならその方が可愛いから。うまく表現できるといいな。黙々と作業しちゃう。うふふ。サンダーちゃんすげえよこれマジで。ちゃんといるじゃん。こういう感じで作ってくんだね。平面で作って肉付けしてくみたいなのがいいんだね。サンダー、羽、クジラもそうやって作ったよ。結構すごい能力だと思うな、それ。マジ？売れんじゃない？その技術。ちょっと売ってみない？ブログとかで。わらわら。興味ある？そういうビジネス。大人が怪しい勧誘してくる。紹介しようか。いい業者。わらわら。マルチ商法かな。タッツさんにもちょっと手数料取られそうだな。だいたいこういうの。本当だね。何もしてない悪い大人が一部取っていきますから。一部、中 20% 取っていく。そう。気をつけないと。本当だよ。やばば。あ、こっちにもつけない。ん？待って。うわ、ウイチに。うわ、ミスってた。うわ、これちょっと今、激苗してるんで、今ちょっと慰めてください。どうしたんすか？反対側作るの。できる子だよ。開始したんすけど。うん。元気出して。1個目作ったのを横にもう1個作るっていうやつやってたんですけど、1個目がミスってました。となると全体がずれちゃう感じですか？そうですね。あ、でもまあまあ、最初の1列は大丈夫なんで、2列目差し掛かったところが、あ、全部ダウトでしたね。大丈夫です。まだまだ。まだ僕らの旅始まったばっかりです。いけるよ。オッケーです。オッケーです。うん、元気でできました。え、普段の清家さん、そんなところで諦めるんですか？諦めませんよ。ですよね。そうですよ。僕の知ってる清家さん、そんなもんじゃないっすよ。そうですよ。最高だ、最高だ。最高っすよ、ありがとうございました。最高だぜ。最高だぜ。最高だぜ。バカにしてるじゃん、もはや。最高だぜ。わらわら。サンダちゃんのそういうの音圧違うから分かるんだよ。うん、思いますよ。あー最高だぜ。いや、ガチでビビったよ。どうしたんですか？いや、メッさんが来たのかと思ったわ。そういうことか。いや、本当に本当に本当に。びっくりした。そういうことか。本当にびっくりしました。どうかな、どうかな。重そうですね。いいね。遠くから見るといいね。お、いい感じですか？やっぱ犬の像がマジで映えるわ。でかいからこれ絶対でかくした方がいいわ。あ、確かにですね。待って、真ん中からずれてる。嘘。あれ、道の真ん中に作った予定だったんだが。あ、ちょっと途中で幅拡大したかも。拡大？いや、拡大はしないか。マジか。待って、直すわ。大丈夫？やってみる。大変じゃない？任せろよ。いや、さすがにこっちずらした方がいいんじゃない？僕もキヨピヨン手伝うから、あれずらすの大変だと思うよ。一旦、マチカ使ってもいいなら動かせるよ。あ、マチカ使ってコピってババって置いちゃうみたいな。あり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 。じゃあそれでやるか。いい、大丈夫。オッケー。サナちゃん。オッケーオッケー。ありがとう。ありがとう。というわけで直していくよ。建築モッドを使って、今作った狼さんをコピーして、正しい位置に移動させるよ。お、来た来た。コピーできたので一旦こちらは崩します。このモッドは難しい装置を作るときとかにもとても便利で、試作したものをすぐワールドに組み立てることができたり、うまく使うととっても効率的に作業が進められるんだ。で、やばば。あ、間違えた。変なとこ置いちゃった。キヨちゃんごめん。ちゃんと後で確認します。どんどん石を置いていく。サンダちゃん順調、大丈夫、ずらせそう。見てよ、ほら。早い。早っ。めちゃくちゃ順調よ。すごいな、マティカ使いこなすのすごいな。リカバリー、オッケー。ナイスリカバリー。え、マジでナイスじゃん。早っ。
うわ、すげえすげえ、犬三昧だ、犬三昧。ナイスリカバリー、ありがとうね。ありがとう。すごく適当な感じだったな、寿司三昧みたいな。あ、犬三昧。我々犬三昧ね。いや、おこっちそれは許せなかった、正直。犬三昧だけは、うん、許せなかったですか。我々、うん、ちょっと引っかかってました。さすがにね、大変な短縮に気がついた。半分作ったからもう半分自動で置けちゃうんだけど。ああ、そういうこと。さすがにそれは、どう思う。え、繰り返しだからってことだよね。いや、いいんじゃない、それは。反復ってことだよね。いいんじゃない。うん、そっか。そういうことで作ってるしね。ありがとう。シンプルにそれは短縮じゃない。大変助かる、ね、時間内に終えられそうです。ナイスナイス、ありがとう。いや、この試行錯誤する感じいいっすね、友達と。試行錯誤っすね、マジで。はい、ね、いいねいいね。もうじゃあ、勝手に友達ととか言っちゃいましたけど。友達だと思ってたんですか、いや、よくないですか、それは。仲間じゃないんですか。仲間、大変失礼しました、はい。何が違うの。やっぱ、友達以上、恋人未満って感じじゃない、その仲間。なるほどね。そうだったんすか。うん、戦友的なね。そう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 。あ、戦友、はいはいはい。確かに、友達っていう、まあ確かに。うん、もう同じ船に乗ってるんで、ね、同じ、確かに、確かに上辺だけの付き合いじゃないですよって話、乗っちゃってますからね今、はい、正直そうなってきちゃってます。正直も乗っちゃってます、段階的には。実は以前、どんどん行こう。反対側も完成、すごい時短できた。あとはしっかり全体のバランスを見ながら細かい部分の装飾に入るよ。大事なお顔部分、むずい。サナちゃん、なんか手伝う？どうしよう、造形って口で説明するのが難しいね。そうだよ、ね、確かに。まあ多分サナちゃん任せた方が良さそう。うんうん、じゃあキヨピーの手伝おうかな。任せて任せて。文字を打ってるんですよ、調べながらやってるんですよ、はいはい、うん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 。一匹ずつね。はい。どのサイト見てるとかあります？ちょっと待ってくださいね、これがですね、ディスコード入ってないな、このスマホ。 LINE とかでもいいっすよ。キヨキヨさん LINE は ID、 すいません、今。いやいや、 ID 言わないでください。あ、雑談に。いいですね、アイコンもね。危ない危ない、この人危ない。え、ずるい。え、もしかして清岡さんの LINE 知らない？二人してイチャイチャしてずるい。サンダちゃん知らない。確かにサンダーちゃんのあれ知らないな、 LINE 知らない。マジか。三十字しか知らない。僕は毎日わらわら。え、そうなんすか。嘘つき派泥棒の始まりってじいちゃんが言ってた。じいちゃん言ってる、じいちゃん言ってるよね。やべべ、大変やばい。頭もそれっぽく作ってみたものの、これすげえな、マジで。俺、上から見ると顔がカンガルー。マジですげえ。マジですげえ。ありがとう、なんとかなったね。あなたって人はパンダです。あなたってパンダは素晴らしいわ。うふふ、サンダちゃん、今進捗どんぐらい？完成でいいと思ってる。うん、いや、このね、サンダーちゃんのこの本当に犬のおかげで閉まってる。よかった。とどまるところを知らないぞ、今日。すごいじゃん、なんか装飾もできてるね。装飾もいい感じだよね。いや、ちょっとまだ装飾の情報量増やしたい。すごいよね、そういう小物を散りばめる能力。もうそうそう、ちょっと散らかしていくっていう。バランス感覚がめちゃくちゃいいんだと思う。本当に？すごくいいよ。なぜかあの犬小屋の横になんか水沸かしてるからね、大釜で。本当だ、何を作ってるの？あ、それね、お湯沸かしてる。犬を茹でるの。いや、ひどいな。やばば、ひどいな、犬茹でる。俺それ聞いたことないよ、その術語というかさ。わらわら、マグ、ね、兄さん来た。マグ兄さん今ひっくり返ってんじゃん、今僕たちのやつ見て。褒めてくれてると嬉しいけど。何ですかこれはって。ええやん、ええやんが欲しいね。確かにええやん欲しい、ええやん欲しい。首輪の飾りに新アイテム銅の電球、いい感じ。全員合流したよ。はいはいはい、はい、入った、全部入った、うん、全部入ったんじゃない。入った、ナイス、全入り全入り、お疲れした。じゃあちょっと建築した方々ぜひこだわりをね、プレゼン。確かに、うん、じゃあちょっと建築こだわり、じゃあヒカクさん、あの入り口部分、ヒカクさん。はい、ちょ、私鳥居の方を担当させていただきました。まあちょっと新ブロック、あの銅の電球も使いながら。おしゃれ。あ、はい、はいはいはい、いいっすね、いいっすね。まあこの鳥居と、まああとはなんか道、そうですね、あの奥に続く道とかはまあまあ石レンガ使って、まあ王道な感じで
やらせていただきました。めっちゃいいじゃないですか。すごい。ゾーンに繋がってる感じで。でそこを進んでいただくと、この小屋系と木の周り、木とあと木の周りのちょっとなんかこうベンチとか作ってるんですけど。おこれは小技の僕やらしてもらいまして、小技の音がすごいよな。ちょっと小技建築みたいな感じ、小技の男、情報量増やしつつ、おしゃれおしゃれ、これ見たことあるフランコ、謎にこうちょお湯沸かしたりしてて、お湯をいいじゃないですか。サンダーちゃんがしきりに犬を茹でるの、犬を茹でるのって怖すぎる。なるほどね、怖いわ。犬汁ね、犬汁、はいはい、犬汁やめて、犬汁一番まずいっすよ、怖いわ。なるほどね、犬汁怖。そしてね、ちょっと比較さんにもお手伝いいただきましたけど、小屋、こうついにやっていまして、はいはいはい、バイオームごとにちょっと入り口がちょっとかわいい、かわいい、かわいいなってるの、いいな足元がね、はい、うん、いいっすね。ミュージアム味もあるね、こうやって見れて、なんか見て学べるかなみたいな学びも感じっすか、ね、得られる。そしてこのね、建築の最後ドカンと、これ何すごくない、これこれマジすげえ、マジすげえ、これ作るのすごくない、ね、マジで。これガチで尻尾がマジで可愛い。そうでしょ、尻尾こだわりなの。すげえ。これ天才だわ。うわ、尻尾角度完璧かもしれん。本当に。天才だわ。可愛いなこれ。あと足の肉質とかもすごいよこれ。ちょっとお上品なね。サンダーどうしたの？覚醒。サンダー覚醒。覚醒だね。何もしてないから。サンダー覚醒したんかよ。いやマジでいいよ。初心者卒業かこれ。建築だもん。ダメだもんだ。卒業したわもうこれ。映えるな、ここからの絵めっちゃ良くないこれ。いいですね。すごくいい。バクないっすかこれ。いいのできた。っていう感じですかね、建築。いや、素晴らしい。お疲れさま。ナイスです。そしたらちょっと写真撮りませんこの辺。写真撮りたい。ちょっとローアングルでやると、ワンちゃんがちょっと入る。入りますね。サンダーワンちゃんがね。はいはいはい、確かに。確かに。いいね、いいね。うわ、すご。今回みんなで作った建築がこちら。正面には大きな鳥居があって、朝日が差し込むと神秘的な雰囲気に包まれる。鳥居をくぐると、両脇に狼たちが並ぶ。それぞれの小屋は、狼たちゆかりの各地のバイオームから集めた素材で装飾されている。奥に進むとひときわ目を引く巨大な狼の石像。この空間の守り神のように常に狼たちを見守ってくれる存在だ。周りを木々に囲まれた自然豊かなこの場所で狼さんたちの生活が始まりました。気に入ってくれてると嬉しいな。というわけで今回の建築はいかがだったでしょうか。ぶっつけ本番だったから、最初はどうなることかと思ったけど、なかなかいいものができて嬉しいな。頭の中フル回転で考えながら、すっごく集中して作ったんだ。頑張った甲斐がありました。動物さんの建築って面白い。ここは20人の愉快な仲間たちが住んでいるアツクラワールド。6月からこのワールドで暮らし始めたんだ。メンバーそれぞれが農場を作ったり、すごい気候を作ったりして、協力して暮らしている。そして、サンダーが住んでいるのはこのギゾマンション。共同住宅だ。エントランスには管理人さんもいる。自分の部屋がちゃんとあって、みんなが仲良く暮らしている。サンダーの部屋は、この本館を抜けて、渡り廊下を渡った、別館の一番奥にあるんだ。そう、このアカシアの間である。アカシアの間には素敵なロフトがあって、2階はベッドルームになっている。そうそう、小野さんも一緒にいるよ。なんだか眠くなってきちゃったな。今日も良い夢見られそう。おはよう、サンダーちゃん。いい夢見れた？あ、小野さんおはよう。今日の夢ね、どう思っても素敵だったんだよ。大きなクジラの夢なんだけどね。クジラって広い海を悠々と泳ぐ動物さんですわよね。うんうん。それでそれで、もっと聞かせてほしいですわ。ね、その海は人魚が住んでいそうなラグーンがあってね、綺麗なサンゴ礁の海の上に大きなクジラがいて空を泳いでいたんだよ。まあなんて素敵な夢なの。私もそのクジラさんと一緒にお空を泳いでみたいわ。小野さんそれいいね。なんだかイマジネーションがビビビってきたんだ。クジラさん作ってみるよ。そうと決まればサンダーちょっと海に出かけてくる。いってらっしゃいサンダーちゃん。今から私は矢田部さんと前原さん
氷食べに行く約束しちゃってるからお手伝いに行けなくてごめんなさいね。いいよいいよ、サンダーちゃんの虫歯が完全に治ったら次は絶対一緒に行きましょうね。うんうん、約束ね。というわけでサンダーはクジラを作ることになった。さてさて準備だ。まずは作業のためにいろいろ集めなくっちゃだね。高いところの作業になるからトライデントが欲しいんだ。タイタイと一緒にトライアルチャンバーに取りに行く約束をしたよ。エッチって書いてある。は？いやいやだいぶ無理があるだろう。ほらほら、いやいや無理があるって。確かにその書いてある、そう見えるけど、いや見えないって。スケベか。いや足長すぎるだろこの H。 わらわら、朝から何を見せられてるんだ。いやいや、こっちのせいだよ。やめてください、ちゃんと。大体の色ですごくいいよ。うん、ね、そうなのよ。楽しいお話しながらの大冒険。よし、行きましょう。トライアルチャンバーでのトライデントガチャ。サンダーも引き当てることができました。やばいやばい、やばい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 、今日やばい。出た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 。はい、帰るよ。激流のエンチャントつけたよ。これで準備は OK。 そして宝の地図も持っていたから海洋の心も探しに行った。ゆくゆくは海の中も建築したいからコンジットが必要になると思うんだ。コンジットの材料は海洋の心とオウムガイノから。掘るのがめっちゃ大変だったけど無事に見つけることができました。染料も欲しいからサボテンを育てたり、オウムガイノからを集めるために釣りをしたり。狙う歯を産む、町です。おやつを食べたり、今日のおやつ歯、ふんわりクリーム、シフォンです。ちなみにオウムガイの殻は倉庫から2個いただきました。めっちゃあるやん。おかげさまで無事にコンジットも作ることができました。てってれい。海に出るとすぐにサンゴの綺麗な海にたどり着いたんだ。とっても素敵でしょう。そこの海にサンダーは拠点となる小島を建てた。よし早速クジラさんを作っていこう。ここら辺に足場を組んで、今日はたくさんガラスを使うよ。まずは白色の色付きガラスを並べていく。高いところでの作業だから足を滑らせないようにしないとな。一つ一つトントントンと、巣に即欲しいな。そういえばガラスのオブジェ作りって、サンちゃん子以来だっけかな。その時はアヒルさんたちを作ったんだよな。懐かしいな。次は2段目トントン行きます。ついでに3段目もトントンします。さてさてどんな感じかな？お腹のところができてきたよ。白色の色付きガラス足りるよね。いつも材料がギリギリになっちゃうからちょっと心配。とりあえず置けるだけ置いてみるよ。どうなったかな？お腹がふっくらしてきたな。お次はヒレを作っていこう。トライデントがとっても便利だな。でも段が高くなってきたからそろそろ登れなくなりそう。そして白色の次は青緑の色付きガラスを乗せていくよ。背中側へとつなげていくんだ。海と同じような色だからなんだかわからなくなってきたよ。わらわら。さてどうかな。よしよし順調だね。これで半分くらいできた気がする。行くぞ。もういっちょええや。激流使ってるの見られたらクジラをぶっ刺しに行くパンダみたいに見えちゃうかも。なんとなく原型が見えてきたね。夢に見た空飛ぶクジラがアツクラワールドに飛び出してきちゃうってなんだか素敵だな。そしてやっぱりガラスがなくなった。在庫も少ないな。サボテン旗たくさん作ったからあるはず。サボテンサボテンサボテン。ん？ないぞ。どこに行っちゃったのかな？サボテンを探せだ。これは、スイカ、ここじゃないのか？あったあった。自分でここに移動したんだっけな？もう忘れちゃったよ。そしてマグニーさんの作った自動かまどを、ぜひ見てほしい。こちらになります。この上のラージチェストにサボテンを入れると、ブブブブーって吸い込まれてね。そして、下で待ってるとね。他
ほらほら見て、一気に染料が流れてくるんだよ。すごいよね、圧巻です。1スタックくらいなら、ちょちょいのちょいなんだよ。素晴らしいのです。どうかガラスが足りますように。クジラのところまで急げー。とやとやとやー。うわわわわ、すごいよ、めっちゃ高く飛べてる。これならクジラさんに飛び乗れるかも。とやとやとやー。うわわわわ、高い高い高すぎるー。死んじゃうとこだったよ。びっくりびっくり。さあ仕上げましょう。もうこの辺を置けばあっという間だよ。もうすぐ出来上がり。よいしょっとよいしょっと。よし、これで完成だ。それじゃあ見てみよう。せーので見せるよ。せーの。できました。空飛ぶクジラですー。綿菓子みたいな雲が浮かぶお空を、悠々自適に泳いでいるクジラです。今回2色のガラスで作ったんだけど、透明感があってとっても綺麗。どうでしょうか？サンゴ礁の海との組み合わせもいいね。今日の夢、完全再現です。やったやったー。小野さんそろそろ帰ってきてるよね？ちょっと呼んでこようっと。小野さん、小野さーん、クジラさんできたよ。ええー、もうできちゃったの？見たいですわ、見たいですわ。そうでしょ、そうでしょ。どこなの、どこの海なの？早く行きましょう。小野さん、行く気満々だね。行こう行こう。こっちこっち。こっちに綺麗なサンゴの海があるんだ。この辺りも随分発展しましたわね。うんうん、お兄さんたちが頑張っているからね。もう少しだよ、ほら見えてきた。わー。これがサンダーちゃんが夢で見たクジラさんなのね。うんうん。なんだか今が夢みたいよ。ガラスがキラキラしていて綺麗ね。でしょでしょ。暑い日が続くけれど、見ていると陽を感じますわ。影モッドで見るとまたまた素敵ですわ。連れてきてくれてありがとう。どういたしまして。いいのができたなぁ。せっかくだから、この辺をマーメイドの楽園にするのもいいな。それもとっても楽しみだわ。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それじゃあ次の動画でね、バイビー。その後。ここにいない人だと思うんですけど、向こう側に造形あるよね。ね、え、そう、エグいのあるよ。見たい見たい。せっかくなんで、行っちゃいます、行きますか。ね、あれ誰だ、誰、あれマジで誰なの？いや、僕ちょっとダメかなって思ってたんですよね。誰かが作ってんのかな。まあ、まあ、皆さん一回じゃ行ってみてください。え？え？なんか知ってるんだ。あらあらあら、その口ぶり。まさか。まず行ってみましょう。ライオン拠点の奥です。マッチョ向こう、マッチョ向こうだ。高い海の。見てないよ。マッチョ、マッチョ側す、マッチョ側。いや、結構やばいんすよ。マッチョ方面。とんでもないもん。あれ誰なんだろう。あった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 。誰が作ったの？全然わからんな。あ、そうなんだ。なんかまた増えてる。え？なんか増えてる。え？これなんかこれ作る気だな、これうますぎる、これすげえ、なにこれ、なんかできようとしてる、マジでうまい、これなんなんだ、なになんだこりゃ、なん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 だこりゃ、うわーやばっ、うわすごー、もっと褒めて、もっと褒めて、え、これ義賊さんなの、え、義賊さん、こちらの制作者、酒井サンダーです。嘘やん、マジでサンダー、めっちゃすごいじゃん、めっちゃすげー、高さんが、嘘、すごいじゃん、本当だよ、なになんで、すごっ、すごい、とんでもないクオリティのクジラが、ラグーン作ろうと思って、ラグーン、すごいなこれ、ラグーン、めっちゃすごい、いいね、ラグーンって何、ブラックラグーンしか知らないんだ、ブラックラグーンしか知らないですよ、みんなが住んでそうなやつ、ワンピースかなと思って、ラブーンね、ラブーンね、ラブーン、今からつけるやつね、違う、サンダー爆笑中、え、マジでセンスあんの、そうだね、ラグーンでもいいね、これはガチです、ガチで、すげえ、なんて自慢しない、ありがとうな、なんで言わないんだ、そうよ、わらわら、楽しみだね、こっからどうなるのか、まだ未知の部分が、楽しみにしてて、